ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。本日のお客様をご紹介します。神戸女学院大学名誉教授、思想家で武道家の内田達瑠さんです。内田さん。あ、こんにちは。どうも。聞こえますでしょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞こえてますよね。はい。はい、大丈夫です。はい、顔が見えないから。はい、はい。僕は見えてるんですけど。はい。私もね、見えてるんですよ。あ、そうですか。はい。これ、リモートという やつですね。はい、今日はですね、内田瑠さんとの、協調でいらっしゃいます、町場の親子論という本を、番組の真ん中半分以降で紹介させていただきます。はい、前半は、内田さんが近頃思っている日本のいろいろなこと、例えばですね、自粛と保障が一体でない今のやり方、支援金の手続きが分かりにくいこの複雑なこと、それからメディアのことはどうですか、コロナ対応で明らかになった各自治体の首長の力とか、いろんなことがありますけども、何か近頃のこの日本の中の動き、世界の動き、気になったことがあったら教えていただきたいんですけど。やっぱし今回そのコロナって全国世界一斉に襲ってきたわけで、はい、世界のそれぞれの国の対応とか、それぞれの国の政治指導者が、まあ、メディアの前でいろんな発言を国民でしたわけですよね。だからそれ、はい、同じ問題に関してそれぞれの国の政治指導者がどんな風に喋ったかっていうのが全部目に見えるわけで、まあリスト化されたわけですよね。それずっと見てると、本当にやっぱり国によってもうピンからキリまでだなっていう気があってですね。やっぱずっと見てて感心したのは、ニュージーランドの首相と、それからカナダのですね、ジャスティン・トルドーですよね。コロナだけじゃなくて、ニュージーランド。今度の。ね。給付も早かったですね。そうなんですよね。で、感染の、抑制にもすぐ成功したけども、とにかくその、報道、国民に向かってメディアを通して語りかける姿勢が素晴らしいですよね。はい。なんか、あれ見てると、うん、我が国は本当にもう、世界に比べて、もう三流国になったなっていうのを実感しましたね。うんうん、政府はでも、なんか、コロナ対策には、ある程度成功したんじゃないかみたいなことを言っておりますが、結果的には感染者数も特に死者数が非常に少なかったので、はい、結果的にはうまくいったわけなんですけども、うん、でもいろんな方がおっしゃってる通り、山中先生もおっしゃってるけども、はい、なんで感染者が抑えられたか理由がわからない、はい、うん、で僕の友人の、感染症の人に聞いても同じこと言ってましたね、はい、どうしてかわからない、うん、でどうしてかわからないっていうのは、うん、SARS の時もそうで、うん、SARS の時も、もう18年ぐらい前ですけども、あの時も、日本では感染者が一人も出なかったんですよね。はい、東アジアは、本当に台湾とか韓国とか、すごくなったんですけども、でこれなんで SARS が日本に来なかったのかも、これもやっぱしわからない。うん、はい、なるほど。長い間、私も生きてるんですが、国から、こう、緊急事態宣言みたいなことが、うん、出たのは初めてなんですけども、うん、これ、まあ、国からの要請ですよね、うん、この要請みたいな事態に市民たちもちょっとどう対処していいのか分かんなかったんじゃないかなと思うんですけど、うん、よく分かんなかったんです、内容がですね。通常はね、ロックダウンのことでしょうけどもね、はい、これロックダウンじゃなくて、はい、大変なことが起きたぞっていうだけで、はい、あとはなんとか自分たちでしなさいって言うんですけどね、もうちょっと具体的にね、行政がね、きちんと指導していなきゃいけないと思うんですけども、本当にその営業自粛とか外出自粛っていうんだったらですね、本当に日々の生活にダイレクトに関わってくるわけだから、やっぱりそのロックダウンするんだったら、すべきだしね、ロックダウンするんだったら、休業保障も絶対すべきだし、ね、世界中どこでもやってることですからね、日本だけやってないといって過言でないんですから、どうしてこんなにケチなのかね。どうしてこんなケチなんですか。なんでこんなケチなのに電通とか、ね、パソナとかにはじゃんじゃん金流すんだって、はい、
だってちょっと普通に考えてちょっとケチすぎませんか。いやおかしいですよね。だって、うん、こんなところでケチったら、ね、うん、最終的にその次々と倒産とか廃業とか続いていったら、はい、もう日本経済回復できないじゃないですか、うん、ね、先の、ね、日本経済とか税収とか考えたら、うん、今ここでとにかく手を打たなきゃいけないときに何をケチってるのかっていうのね、個人商店一つ取っても、うん、もう限界を超えてるように見えるんですけど。すごいですね。だから限界超えてもまだなかなか倒れないっていうところが人間ってすごいなと思いますね。まあ、こんな時に保されたくないんですけどもね。医療崩壊の時も言ってましたけども、はい、本当に実はいつ医療崩壊してもおかしくなかったんだけど、はい、ギリギリ持ちこたえたっていうのは、はい、医療現場の医療従事者が本当に限界を超えて働いてたからだっていうんですよね。本当そうですよね。でね、この限界の超え方が半端じゃないんですよ。普通だったら死ぬだろうぐらいの働き方してるわけで、はい、多分同じで個人商店の方たちなんかだって、普通だったらもうとっくにね、死んでるんじゃないか、廃業してるんじゃないかっていう状態でも、まだ必死になって頑張ってるわけですよね。これ、普通の、もっと前だったら、もう4月、5月になったらバタバタ倒産するって言ったんですけど、はい、まだみんな頑張ってるんですよ。はい。これ多分、これが7月、8月ぐらいまで頑張ると思うんだけども、これを、政策が成功したって言われちゃ困るんですよね。はい、もう本当に、死ぬ気で頑張ったっていうことなんですよね、はい、本当は。死ぬ気で頑張って経済活動をなんとか維持しようとした。で、結果的には、その後の経済活動の再復の、ね、基盤をなんとか一般の市民が維持したわけだけども、はい、これは政府の手柄じゃないですよ。ね、頑張るんですよね、市民は。頑張るんですよ。本当に頑張るんですよ。あと、こういう流れが続いていくと、やっぱしなんかこう、一党独裁と申しますか、なんか権限が国に集中してる国がありますよね。そういうところがなんかこういろんなことが手っ取り、まあそれは理不尽なことはたくさん国の中にあるんでしょうけども、手っ取り早く物事が進んでいっちゃうように見えませんか？やっぱり今中国のことをおっしゃってると思うんですけども、はい、うん、やっぱり今回の場合っていうのは同じ感染症っていうことをいろんな国がいろんな統治機構を持っていて、いろんなシステムを持っている国が同時に対応したわけで、はい、中国は別に必ずしも成功はしてたわけじゃないんですよね、はい、特に初動の失敗っていうのはあれは完全に中国のああいう秘密主義的な体質が生み出したもんで、あれでまあ随分大きくな犠牲出したわけですから、はい、でも台湾とか韓国っていうのは情報を完全に開示して結果的には成功したわけですよね、でベトナムなんかは、もうあそこは強権的な国ですけど、はい、ゼロだったとかですね、はい、ゼロって言ってますね、ノルウェーがなんかね、集団免疫でまで放置して作ってやって大失敗とかですね、はい、そのいろんな国がいろんなことをそれぞれこれがいいと思ってやってみて、でうまくいかなかったんだけども、うまくいったりうまくいかなかったかもなんだけど、結局だから正解を知ってたわけじゃないですから、問題はやってみた後に自分たちがどの部分がうまくいってどこが失敗したのかっていうことの自己点検をどれぐらいきちんとできて、その情報を世界に向けて発信できるかっていうところが実は一番その国の統治機構の成熟度っていうか完成度を見る指標になるんじゃないかと思いますけどね。はい、大きく活躍する WHO なんかをアメリカは脱退するって言ってますね。でもトランプのことはいいんじゃないですか。あの人ちょっと頭おかしい。もうダメですか。あの人ケツに火がついちゃってるから、もう11月の大統領選挙危なくなってるんで、ええ、とにかく自分の支持層にアピールすることだったら、もうどんな非常識なこともやるっていうふうになってますからね。なるほど。はい、あの人も落ちますよ、大統領選挙は。そうですか。こんなことやってたら。そうですか。うん、はい、バイデン相手に負けちゃうんだから、うん、よほど人気がなくなってるってことですよね。なるほど。いやでも一部の圧倒的な支持層はこれでもまだでもそういうのって減らないんですよね。そうですね。だからアメリカの大統領選挙って、うん、真ん中辺にスイングステートっていう、うん、選挙のたんびに民主党に行ったり共和党に行ったりするっていう州がいくつかあって、そこの動向で決まるわけですから、うん、スイングステートはもう今回はどーっと民主党の方に流れると思うので、うん、もう今の段階からもうトランプの勝ちはないっていう。で、あの人の場合は負けちゃった後、うん、刑事訴追されて投獄される可能性ありますから。アメリカ大統領したんですらしく。でも日本はずっとそのトランプ大統領となんかこう、親密な関係を築こうとして今日まで来てますけど。うん、
でもその前の、あの、ヒラリーの時だって、あの、安倍さん、あの、ヒラリー・クリントンのところに挨拶に行って、トランプが大統領の途端に心と態度変えてトランプのところに行きましたけどね。今度だって、トランプって言ってますけどね、バイデンになったらもうすぐバイデンのところに行きますよ。そうですか。もみ出しながら行きますよ。国内では、あの、このコロナ騒ぎもそうなんですけど、その最中に検察庁法改正をめぐる一連の出来事ありましたね。黒川前検事長が賭け麻雀で辞めたことは辞めたんですけども、なんか賭け麻雀にストーンとこう落とされちゃった感じがして、ね、すごいなんかね、小さな話に歪償化されましたよね。そうですよね。本当はそうじゃないですよね、これは。あの、その前に一体ですね、はい、その、うん、官邸がどれぐらい、あの、検察の、あの、起訴不起訴に関与してたか、はい、これ、本当に徹底的に検証しないと、国民の検察に対する信頼っていうのは、今、かなり低下してますからね。これ、あの、次の検事総長の人が、よほど気合い入れて検察改革しないと、非常に、あの、問題深くなりますけどね。あの、話の一つに、こう、法務省から、警察をちょっとちゃんと話した方がいいんじゃないかっていう人もいますけども。そうですね、あの、検察官というのは司法官というのと行政官というと2つの側面があるって、割とこう無縁的な存在なんですけど、あの、友達 あの裁判官検事に聞いてみたら、やっぱり あんまり法務省に長くいてはいけないって言ってましたね。検察の現場とそれから法務省の、で、まあ、官僚のとしての仕事をするっていうことを、あんまり長くいるもんじゃないと。まあ、長くいると行政官的になってしまうからっていうことをちょろっと言ってました。黒川さんっていうのはかなり例外的に長く、あの、行政官をやっていたので、まあ、そのせいですごく政治的に振る舞うようになってしまったってことなんじゃないですかね。今度なられた方は、どんなお立場なんですか？いや、僕はよく存じ上げないんですけど、本来はこの人がなるはずだったというふうに伺ってますけどね。はい、もう、なんかこう、世界に比べて日本は、こう、あちこちいろんなところが目詰まりしてて、そうですね。給付も筆頭に、全部、なんか、まずいんじゃないかなっていう感じが。いや、まずいと思いますよ。あの、マスクがね、まだうち来てないんですけども、あのね、はい、4月1日ですからね、はい、マスク配りますって言ったのね。そうですね。6月、ね、うん。8日です。6月8日ですよ。6月8日です。はい。ガーゼマスクを国民に配布します。その1所帯に 2枚配布しますって、はいはい、いうことができないっていうね。うん、ここまで、あのね、政策実行力のない、政権っていうのはちょっと前代未聞ですよね。北マスクは僕とは来たんですけど、北マスクそうでしたか。宛名も何にもないマスクが2枚ね、投函されてて、怖くてそんなのはめられません。誰から来たんだか分かんないし、だってね。それ、差し出しにって書いてないんですか。いや、確か書いてなかったと思いますよ。宛名も差し出しにもないマスクですか。怖い怖い、怖い、ね。でも、総理はあのマスクをずっとお使いになってますね。うん、いじっぱりですよね。うん、量的にいじっぱりですよね。絶対謝んない、非を認めないっていうのはね、特徴ですからね。いや、でも、思うんだけど、あれだけマスクしてたら、総理のところにはマスクあれたくさんあるのかなってちょっと思ったんですけどね。あ、なんかで、15回洗えるんでしょ。あ、でしたっけ。毎日してるから、 あんまり洗ってる感じ、うん、あ、そうそう、あの、いや、多分1週間に1回ぐらい洗ってんじゃないですか。ね、さっきもおっしゃってましたけど、ニュージーランドみたいに、まあ、女性が首相で、しかも内閣のうち12人ぐらいが女の人ですか？そうでしたね。半数ぐらいの人でしたね。とっても若いと。うん、世界に比べて、この若すぎることの弊害もあるでしょうけども、まあ、まあ、日本もそうですけども、ずっとなんか古い形のまんま、こう、政治もここまで来てますね。そうですね。企業も、そうですね。そうですね。ここはなんかもう何かの機会にちょっと変えていかないと、このまま格差が広がったら本当に
こうどうなっていっちゃうのか不安でたまらないんですけども、今あるあの組織を変えていくっていうのはもう本当に時間かかると思いますね。だもう、はい、もうちょっともう諦めて、もう全然違う組織を立ち上げていくっていう風にするしかないような気がしますけどね。はい、なんかあれでしょ、あの、ミネソタ の、あの州知事かなんかが、州警察があんまり態度が悪いからって言うんで、はい、警察解体するって言ってましたね。警察解体して、新しいあのセキュリティのための組織を、あの公的な組織を作る。あ、そうですか。警官全部クビにしちゃうって言うんですけど、すごく、すごい話だなと思って、ま。それも乱暴だと思うんですけど、日本では。腐った組織を作り変えるぐらいだったら、新しいの作った方が早いって、ね。なるほどね。まあ、でも警察は日本ではそんなことはしてませんけども、できませんけどもね。でもその代わりに自粛警察みたいなのが街の中に出てきて、それでこれがなんかなんでこんな時に遅くまで店やってるんだとか、あのいろんなことをこう言ってるみたいなんですけども、これはどういう現象なんだかね、あの、まあ、もともとそういうことする人っているんですけどね、金棒引きっていうかですね、はい、ろくでもない、その、うん、隣組的な、その、なんかその、相互監視するみたいなことが大好きっていう人いるんですけども、やっぱ日本人、そういう人増えましたよね。なんとなく全体に、あの、人が、なんていうのかな、あの、別に違法行為してるんじゃないけども、人が楽しい思いをしてると、それ、あの、なんか悔しがって、冷や水かけに行くっていう人増えてきましたよね。だから、多分その営業していて、苦しい、何、すごく苦しい中で営業してるんでしょうけども、それをなんか抜け駆けして金儲けしてるっていう風に解釈して、あるいはそのね、県外の車とか見ると、遊びに来てるっていう風に解釈して、それ、ね、医療関係とか、行政とかの人らって来るだろうに、もうとにかくいい思いをしてる奴がいるっていうんで、それ、だから、ドライブしてる感情っていうのは、嫉妬心とかじゃないですかね。あの、すごくなんか焼きもち焼きになったような気がしますね、そうですね。あのコロナのことは、まあ、テレビでも、まあ、バンバンやってたんで、ずっとそのニュースとか見てると人によってなんかその対処の仕方とか、怖がり方とか随分差が生まれてるような気がするんですけどね、テレビ見てる人は多分だんだん恐怖心が募るんじゃないですかね。 あれだけずっと見てたら、毎日、ね、あれだけ僕テレビ見ないんで知らないんですけども、うん、なんか時々物の弾みでテレビがついてるところに行ったりすると、まだやってるよっていう感じですからね、はい、さあそんな中でご本をお出しになりました。はい、ちょっと紹介してください。はい、うん、この度内田達さんが娘さんと一緒に新しいご本をお出しになります。タイトルは町場の親子論、町場の親子論、うん、父と娘の困難な物語、うん、こちらはどういった内容のご本になるんでしょうか。往復書簡ですね。うん、こういうご本はちょっとあれですね、ま、読んでて、ま、自分のことに考えるとちょっと親子関係の内臓をえぐるというか、娘さんとは随分同じ現象の中でもお父さんの思ってらっしゃることと、そうですね、娘さんの考えたことが違ってるみたいですね。面白かったですね。それが今回その大奥書館やって一番面白かったのっていうのは、2人で昔話をルールしてましてですね、で、あのこんなことあったよねっていう時に、それは違うっていうですね、その、次から次といろんな昔話をするんだけども、ことごとく僕の記憶と娘の記憶が違ってるっていう。あの時楽しかったねって言ったら全然楽しくなかったです。それがね、いかに我々の記憶っていうのがね、あの主観的になんかね、あの上書きされてるのかってことはよくわかりました。後で多分頭の中で作っていくんでしょうね、記憶は。そうですよね。自分に都合のいいように、都合のいいように改変してるんですよね。それだから二人でこう、なんでしょうね、あの、記憶の再確認っていうのをしたっていうのが、はい、とってもそれはためになりましたね。娘さんは、お父さんがとっても頭が良くて、はい、いい大学に行ってて、その辺にフランス語も喋れて、随分大きな、お父さんだなと思ってたみたいですね。なんですかね、
娘がどう見せたのかは本当わかんないんですよね。一緒にいる時っていうのはね、記憶に残ってるのっていうのはすごい小さい時の可愛い時期と、それから出てくる間際の反抗期のですね、口も聞いてくれないっていう頃の時が印象深かったので、正味のところ娘が自分のことをどう評価してるかって聞いたりしないですからね。そんないくらなんでもね、私のことをどう思うかなんて聞かないですもんね。いやでもお父さんが偉大すぎて娘さんはガールズバーで働いたりしてましたからね。やっぱしね、何かの反発は与えてたと。ちゃんとだったガールズバー行きましたもん。ちゃんと行って。ボトル入れましたもん。行かれたんですか？行きましたよ。行かれたんだって、うちの東京の、実家の母の家のすぐ近くの、本当に歩いて5分のところの、ところで、ここで働いてんだよっていうからさ、じゃあちょっと今晩行くわ、つってさ、行って。で、ジャック・ダニエルズのボトルを入れて、ガールズバーの子たちに、いや、お父さんが来た人なんていないよ、つってさ。それは。一応、娘のね、職場ですから、皆さんにどうもよろしくお願いしますって頭下げてきましたよ。ガールズバー高いでしょ。いや、安かったですよ。だって、とどろきですからね。あでも、俺、一回行ったら、ガールズバーすごい高かったことある。あ、それ、ぼったくりそう。そう、ね、六本木とかさ、麻布十番とか、志村けんさんとか行くとこに行ったらですよ。そこは高いかもしれない。ただ、娘さんは、途中で、フランス語もできるお父さんが、意外とフランス語は発音が下手だったって。意外とフランス語できないって分かった。気づいて、読んでて、なんかこう、そういうところに、親として、僕なんか安心しますね。フランス語、ものすごいできると、英語もすごいし、娘さんは思ってたんじゃないですか。そうです。そういうね、誤解は別にあえて積極的に解くこともないので、そういうふうに信じててっていう感じ。ただ僕たちが驚いたのは、これ娘さんから、娘さんが文書にお書きになってたんですけども、内田田鶴さんは哲学者でもいらっしゃるし、はい、合気道もやっていらっしゃって、ね、すごいなんかこう、心の強い人だと思ってたら、はい、なんかうつ病患ったりいろんなことしてんのね。そうですよ、2回ぐらいうつ、重度のうつ患いましたね。いやね、それ重度でうつになったわけじゃないですよね。最初の時は離婚の後のショックでなって、2度目は震災の後ですよね。これももう過労の挙句に寝ついちゃいましたけど、離婚の後は娘さんも大変だったみたいですね。大変だったと思いますよ。はいはい、いろんなことをブツ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 伺いましたが、はい、ちょっと時間が来てしまったみたいです、そうでございますか、はい、ご本のご紹介を皆さんお願いします、はい、ありがとうございました、はい、内田辰さんと内田ルーさんの協調、町場の親子論、父と娘の困難な物語、中央公論新社から税込み990円で明日発売です。興味のある方はぜひ書店でお求めください。はい、ルーンさんがね、なんか雑誌に何か書いてたのを雑誌社の人がこう認めて、お父さんと本出さないかっていう話が持ちかけられたらしいですね。ご興味あります。はい、大竹メインディッシュ、ゲストは内田辰さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ポッドキャスティングでも配信しています、ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ。今日のお客様は、沖縄の海をバックにふんどし姿で時事問題を叫ぶ動画が話題、リモートでのご出演になります、セアロガイおじさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。よく来てる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今それは春野さん、ぜひお聞きください。沖縄にいらっしゃるんですか。どこに。はい、今沖縄におります。あ、じゃあそれは沖縄のなんか建物の、いや自宅ですか。こう分かんない。これはまあちょっと事務所におります。あ、そうですか。なんか高そうだな、後ろがね。一番背景を選んで撮っております。そうですか。はい、沖縄あれでしたよね、大雨がね続いてますけど大丈夫ですか。すごい記録的な雨が。あ、そうなの。はい、ね、石垣は大変なことになってるんですけど、割とまあ那覇の方は、まあ大雨ですけど、そこまで大変じゃないですね。沖縄の那覇の方に、住んでらっしゃる、いらっしゃる。はい、那覇の方に在住しております。
いやアップされた道具何本か見させていただきましたけど、うん、はい、面白いですね。見てますよ、はい、テレビでもね、あのこうコーナーでやられてますよね、グッドラックか何かのコーナーですよね、はい、やっていただいてます。してますよ。もうあれは何、あの仲間がドローンで撮ってくれたりしてるの？そうですね、はい、ドローンカメラマンに知り合いがいて、ちょっとお願いしていただいてるという感じですね。終わった海の中に飛び込んでて、それで、まあ、海の中に浮かんでるところが、それドローンで撮ってて、最後ドローンが天高くまで上がっていっちゃって、どんどんちっちゃくなっていっちゃうんだよね。そうなんですよね。まあその他にもあのドローンの使い方はうまいなと思いながら ね沖縄の景色をね、そうですね、最終的にはまあ僕の、あのドローン映像を見たいという方はですね、おじさんとテロップが邪魔だっていうクレームを入れ始めるんですけども、まあ、海がね本当にあの綺麗なおかげでいろんな方に見ていただいてます。あの失礼だけど、あのYouTube も早口だね。そうなんです、すいません、あのなかなかこう短い時間でこうまとめるにはどうしてもちょっとあんな早口になってしまってですね。なるほど、そうなんですよ、はい、今日ね、あのまずですね、シェアロガおじさんが YouTube にアップしている動画の音声をちょっと皆さんにお楽しみいただきます。赤いふんどし姿で、沖縄の綺麗な海をバックに、時事問題を丁寧に楽しく伝えているシェアロガおじさん、まだ見たことがない方はぜひ YouTube でご覧ください、今からお届けするのは、Twitter もデモを一過性にのブームで、ブームメントで終わらすなという、あ、ごめんなさい、もう一回聞きますね、はい、ツイッターデモを一過性のブームメントで、すみません、ちょっとこれ音声が滞ってますんで申し訳ありません、電波の問題で、もう一回聞きます、はい、ツイッターデモを一過性のブームメントで終わらすな、定着させる方法はというテーマのアップした動画の音声です、私と大竹さんはスタジオで動画も見ながら楽しみますので、それではお前何言ってるのか分かんないけど、動画聞けば分かるから聞いてみましょう。お願いします。海とテロップがないと聞きづらいかもしれないんですけど、リスナーの皆さんどうか我慢して聞いていただきたいと思います。はい、分かりました。すいません。おーい、ツイッターデモについてどない思う？警察庁法改正について、ツイッターで行われたデモが大きくなり、今国会での成立が見送られた。今や多くの人たちが使っている SNS が実際に政治を動かしたというのはとてつもない成功体験やとか言うてる場合やないの。今の状況を少年漫画で言うたら、警察庁法改正のやつがやられたか、しかしやつは我が四天王の中でも最弱状態で、他にも声を上げるべき厄介な案件が続々控えとる。しかも警察庁法改正はあくまで見送りやから、次の国会で成立する可能性もある。せやから大事なのは、今回のツイッターでも一過性のものにせず定着させていくこと、そして次はより大きなうねりを作っていくことやと思う。そのために何が必要なのか考えていきたい。まず一番大事なのが、今回のムーブメントを投票行動に結びつけることやと思う。ネットで声が大きくなっても投票率低いままやったら、ネットの声って票に結びつかないから無視してええやんってなってしまいかねん。一回も盗塁したことない野球選手が、あれー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 って でっかい声上げてても、どうせこいつ走らんなって舐められるやん。そうならんためにも、次の選挙では今回の件を踏まえた上で一票投じに行こう。あと、より多くの人が参加することでツイッターデモの効果は高まっていく。せやから、もういい加減政治的なこと発言しづらい風潮を土台化しよう。反町隆史が言いたいことも言えへん、こんな世の中ポイズンって言うてからもう20年経つぞ。日本20年間ずっとポイズンや。もうポイズンが20歳の政治を迎えてもうとるやないか。おめでとう。その結果、警察庁法改正について聞かれた某小泉進次郎環境大臣がとうとうコメントは控えたいと思いますって言い出したんや。政治家が政治的な発言控え出したら、もういよいよ毒前進に回りきってるやろ。このポイズンを解毒するために、芸能人が政治的な発言するたびに批判すんのもうやめよ。もう大ファンの芸能人が政治的な発言してボコボコに袋叩きに合ってるのを見て、若い子らほんまドン引きしてるから、あそこ行ったら叩かれるって、もう政治的なことほぼスラム街と思ってるで。もちろん発言した内容に誤りがあったり差別的だったりした場合は批判されるべきや、影響力に見合う責任は伴うけど、リスク背負って社会のことを発信している芸能人のスタンスそのものは称賛されるべきなんとちゃう。もう気づきの方もいるかもしれんけど、今回俺は勇気を出して声を上げたキャリーパミパミさんリスペクトでつけまつけて撮影しとる。赤鉢巻きつけまつげってもう完全にファッションモンスター。いや、勉強不足で発信するのが良くないみたいな批判もあるけど、どこまで把握してたら勉強足りてるってことになるのか、線引きのしようがないから、その批判ってひたすら不毛やねん。個人で集められる情報量なんてたかが知れてるんやから、勉強不足をって批判するより、それぞれが限られた時間の中で集めた情報を持ち寄って不足してる分を補い合った方が良くない？
パーティーの料理全部自分で作らなあかんってなったらハードル高いけど、みんなで一品もちろんにしたら手軽やし、より豪華な食卓になると思う。そこで、この食卓は野菜不足ってやつおったら、ほなあんたがサラダ持ってきてってなりません。もちろん一切勉強せんと発言するのはあかんで、それは一品もちろんパーティーに手ぶらで参加するやばいやつや。最後になるけど、今回のツイッターでも芸能人の参加が取り上げられることが多いけど、最初に立ち上げたのは普通の会社員の方で、デモに参加した中で2番目に多く拡散されたのはなんと一般の方のツイートやった。一つの小さな声が大きな声になるツイッターでも、新しい政治参加の方法として定着させても、ええんとっちゃうかー。せやない。おー、いや、音声だけ大変でしたよね、リスナーさん、すいません。いや、だから俺が早口だつってんじゃんかよ。でもこれ映像にはこうテロップ入ったりね、字が大きくなったり、うん、カロコロ変わって、これはすごいけど、どうやって撮ってるの、うん、例えばこれもう現場の、全部現場の声違うよね。そうですね、うん、ナレーション入れてるところもあるんですけど、うんうん、多分今見ていただいた動画はうん、ステイホームバージョンで、うん、外に出ずに、こう、そうだよね、室内で黒巻きで撮ってるやつですね。あれ、黒巻きか。そうなんだ、はい、実際行ってないんだ。この動画に関してはそんな感じでした。なんかあれ、うん、沖縄なんですけど、うん、出身関西弁やから、なんか見たら、奈良なんですね。あ、そうなんです。奈良から沖縄に出て、教員になると言って沖縄に行って、今こんなことやってるので、親が大変戸惑っております。お笑い芸人目指してたんですか、最初は。うん、そうですね、一応今もお笑い芸人としてこれやらせていただいてまして、はい、なるほど、うん、はい、コンビ名は一応現役ではあります、うん、コンビ名は、リップサービスというコンビ名でやらせてもらってます。リップサービスさん、はい、沖縄の方でこれやってて、なんかテレビの番組もやってらっしゃるんですか。そうなんです、まあ、TBS テレビさんのグッドラックという番組で、うんうん、毎週金曜日動画を出させていただいてます、うん。あ、そうなの。このなんていうの、再生回数っていうんですか。はい。どのくらいあるんですか。そうですね、まあ、大体まあ10万ぐらいが平均で、多かったら30万、50万という形ですかね。あ、今までで一番再生回数の多かったのはどのやつですか。はい、今まで一番伸びたのがですね、はい、走行税についてという動画でして、うん、まあ走った距離に応じて走行税が取ることを検討してるみたいですよっていう動画を作ったら、うん、これが今、うん、まあ、90万回ぐらい再生されていてですね、すごいね。やっぱ皆さん車を乗る方とか、うん、自分の身近な話題だとすごくこう反応されるんだなっていうのがちょっと分かったような動画でしたね。一番最初はこれどんな、周りの身近にあったことだろうけど、どんなことで動画にしようと思ったんですか。いや、最初はもう本当に全然時事ネタじゃなくて、ただのあるあるみたいな動画でして、一番最初は、久しぶりに会った時に覚えてるって聞いてくるやつに一言っていう動画を上げたんですよ、うんうん、なんかいるじゃないですか、なんか10年ぶりぐらいになったのに、はいはい、覚えてるから入るやつ、うんうんうん、まあ、覚えてなかった場合、こっちは気まずいし、そっちは傷つくし、だから、中学何年の時同級生だったら、誰々だけど覚えてるって言うて、みたいな、そんな、しょうもないあるあるをから入りましたね。下ネタには走んなかったの？ですね、まあ、2本目がちょっと下ネタみたいな感じで、違法アップロードされたアダルト動画を見るやつに一言っていう動画を作ったんですけれども、はい、それどんなの、違法アップロードされた動画がネットに出てるよね。はい、そうですね、はい、でまあ、うん、それを見てたら、まあ、業界にお金も回らんし、うん、業界衰退してあなた結局見れなくなりますよみたいな話題だったんですけれども結構、この動画にもいろんなご意見今となってはいただいてて、うんうん、まあ、このやっぱり AV 業界ということ自体が女性から搾取してるんじゃないかというような、はいはいはい、なんかこう無邪気に AV 業界を思いっきり応援していたあの頃の自分が恥ずかしくもあるというような、うんうん、まあそんな動画なんです。まあでもそういうこともあって、今は実になんかこう社会的な問題を大きな声で叫んでらっしゃいますね、うん、そうですね、うん、まあなんかこうお笑い芸人として一応やっ
って今までやってきたもので、うんうん、ちょっとでもなんか笑いながら、うん、こう社会問題とか政治のことを知るきっかけみたいな動画ができたらなと思って今やってますね。いやそれはもう狙い通りで、僕なんかも見させてもらうけど、ちゃんと笑う箇所がね何箇所が入ってて、それでなんかあのバックは沖縄の綺麗な海だし、うん、その海に飛び込んじゃったりもするし、なんかドローンが遠くから撮っちゃったりして、ちょっと絵が間抜けな感じになってるのがとてもとてもいいよね、うん、いやちょっと今日大竹さんにこんだけ褒めていただいたら酒が進む可能性がありますね、うん、あ本当に、うん、ちょっと褒めすぎた、褒めないでください、うん、褒めすぎた。まあでもあの大元はな、あの正直テレビでそんな活躍できないからなっていうのもちょっとあったんだろうなと思いながら、やっぱりあのこの4つを言われると僕グーってなりますね、うん、でもそれでね、うん、テレビにオファーいただくって、でもそうやってこの、うん、まあでも新境地じゃないこれは、うん、あそうです、まあなかなかこう、うん、まあ、お笑い芸人の方でこう政治的な話題を扱う方はいらっしゃって、うん、でまあ動画出し、うん、でもまあ、うん、お笑い芸人で動画出して政治のこと語るっていう人がまだいなかったのかなっていうところですかね。そうですね、今はなんかね、はい、ハッシュタグつけてこうネットでも政治的な発言をねこうある程度まで、まあ芸能人が発してまたそれに拮抗するように、うん、それをなんかあんまり言っちゃいけないっていう意見があったりしながらね、こうネットが新しい方向に進んでるみたいですけども、うんうん、そうですね、うん、まあ、僕も最初こう政治的な話題を扱った時は、うん、今まで応援していただいた方からめちゃくちゃ反発があってですね、うん、もうなんか応援するのやめましたみたいなこととかをすごいお声いただいたんですけど、でもなんでそもそもこんなに言っちゃダメなんだっけみたいな、はい、うん、俺なんか犯罪を犯したぐらい怒られてるなと思って。そんなに怒られた、それは何、ツイッターか何か、そうじゃなくて、まあいろんな DM ですとか、うんうん、まあ、直接連絡先を知ってたあのお客さんからもお叱り受けたりとかですね、うんうん、なんかもう今はもうこの言っちゃいけない空気自体にちょっと反抗しているというか、うんうんうん、なのでなんかいろいろご意見いただくことあるんですけど、うん、そういう芸人が言うなみたいなところと一番こう、うんうんうん、なんか反発してやってる感じですかね。もうね、どんどん、まあいろんなことはあるだろうけどね、まあどんどん尖った芸人がね出てこなくちゃ時代も変わっていかないからね、うん、いやもう頑張りたいと思います。セアロガイってどういう意味？まあそうでしょみたいな同意を求める関西弁の圧が強いやつみたいな感じですね。せやろっていうこと？せやろの強いやつ、はい、うん、若干ちょっとハラスメントのニュアンスもあるんですけど、せやろがいっていうちょっと言われたらすごく怖いんですけど、うん、まあ、ちょっとこれでやっちゃったんで続けてます、すいません、圧を感じてる方すいません、うん、いやいや、でも大元はね、うん、こう、はい、芸人の大元はね昔々ね、そういうことをね、街中で叫んでたわけだからね、芸人さんは。そうなんですか。うん、面白おかしく。だからある意味、なんか戻ったというかね、うん、そういうなんかこう、古くはね、まあ知らないだろうけど、コロンビアトップライトさんなんかも、そんなことをこう、随分、こう、なんかこう、意見をまくし立てたりはしてたんだけど、だんだん芸人さんたちは、こう時代に即して、まあ、いろんな波風を立てたらやっていけないんじゃないの、うん、みたいなね、業界の中でね、うんうん、アメリカとか行くとね、うん、スタンダップコメディもそうですもんね、うん、はい、うん、とやっぱり僕、うん、コンビではツッコミの立ち位置なんですけど、うんうん、やっぱこう昨今の政権がですね、うん、結構ツッコミどころをたくさんくださるので、うんうんうん、なんか芸人が考えるボケよりこれおもろいなみたいなことが結構出てくるんで、うん、やっぱツッコミ芸人こう魂を刺激してくるというか、そのさっきのネタに出てたね、小泉環境大臣が政治的発言しないって言ってんだからね、いやもうこれはもうクリエイティブと言っていいですよね。クリエイティブだよね。もう、うん、面白いですよね、ちょっと。新しい政治家だよね。はい、そうですよ。政治に触れない政治家。政治に触れない政治家だからね。はい。ああ、そういうところはもうなんか、たくさん場面場面に出てきて。うん、まあ、しかも、なんか俺、沖縄からっていうシチュエーションがね、
やっぱりとってもなんかこう逆に届きやすいっていうかね、その場所を選んだ綺麗な海がバックだったりすることが、なんかこうあの画面を見てるとね、こんな遠いところからこうど真ん中に向かって声上げてるんだっていうのがね、とっても爽快なんで。ありがとうございます。なるほどね。そうですね、まあ、うん、海のこともしっかり、うん、まあ、あの、うん、この沖縄でこういう、うん、動画を作っていると、うん、やっぱり沖縄の問題なんかも、うん、あの取り扱うことが多いんですが、うん、やっぱり沖縄の問題を、全国の皆さんにネットで届けられるというのも、うん、まあ、僕としては、うん、あの、まあ、やっててよかったかなと思う一個でありますね。うん、あの辺野古の問題なんかもね、なかなかこう、なんていうの、沖縄だけの問題に矮小化していってるじゃない、世間はね。そうですね、うん、まあ、なかなかでも自分が住んでない土地のことに関心持てって言われても難しいと思うので、うんうん、まあ、どうなってるんだよ、こうなってるんだよっていうのを分かれば、うんうん、まあ、なんか沖縄に住んでる人と問題意識全然共有できると思うんで、うんうん、まあ、そういうことをできるのはいいなと思います。とってもいいなって思うのは、なんか冗談では言っても、なんていうの、なんか誹謗中傷みたいなね、相手をなんかこう突き落としていくような言葉が一切ないじゃない、あの俺の見たやつにはね。まあ、だからそうですね、そこはなんかとってもなんかこうなんか仲間と相談してるのか、ご本人が考えてるのか分かんないけど、なんかこうちゃんと言おう、ちゃんとした立場で言おうとしてるなっていうのが伝わってきて、とっても気持ちがいいんだけど、うん、あ、そうですね、いや、すごい嬉しいんですけど、うん、こう政治的な話っていうのが、うん、やっぱまず一個喋りづらいっていう風潮がある中で、うんうん、それプラスこう、うん、すごく誹謗中傷みたいな、うん、あの尖った言葉で話すると、うん、あのこれを聞いた人たちはよりそこに入りにくくなるっていう、なんか二段ハードルがある状態になるのかなと思っているんで、まあ、あの平易な言葉で喋ってたら割と、まあ、あ、じゃあ私も乗っかってみようかなみたいな風に思っていただけるんじゃないかなというのはありますね。大正解だね。わかりやすい、ね、あと例え話とかもそうですし、うん、あのこの尺の中にちょっとラップ的なこの韻を踏んだりとか、うん、そういうのをこう見て子どもたちもなんかこう政治にねこう興味を持ってくれるようなこのキャラクターというかね、うん、なんかいい、全てすごく最高ですね、うんうん、あ、いやいや、めちゃくちゃ褒めていただいて、本当にもうすごい見てて、いや、もうすごい面白いな。なんかね、春の愛がせやるがおじちゃんと一緒にやってね、なんかね、あのなんかそこのなんかあのアクセスに来る人たちをね、取ろうとしてるんだよ。取ろうとしてないです。あの、ぜひコラボさせてくださいよ。どういうコラボできるんですか？私とどうやってできるんですか？同じふんどし姿だろう。ふんどしで宮沢りえみたいに。どういう、チャンネル登録数って今どれぐらいいらっしゃるんですか？すごいよ、だからすごいって言ってんじゃん。10万人？だから言ってんじゃん。30万人。はい。わあ、じゃあ YouTube をねこれから始めようっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、なんかコツってあるんですか、このフォロワーを増やすとか。あのね、はい、いろいろ考えて、はい、たどり着いたとこ、今のところこうセアロガイおじさんがたどり着いたんだから、やっとたどり着いた、うん、それでそれはとってもなんかこうみんなが見たがってることだったっていうのがあるわけだから、それを教えてくれない、うん、はい、いや、だからいや全然それはもう、うん、でもとりあえずあの、うん、結構動画を上げる頻度が多い方がいいので、うんうん、春菜さん前回1回上げてからまだ次上がってないんで、早く上げた方がいいんじゃないかなと。もしかしてちょっと、え、あの回数、再生回数の1回やってくれてるってことですか？いや、それはお前で、まあちょっとね、お前のことぐらい、ちょっと大西健二君のこともちょっとリサーチ入れてるんだよ、ありがとうございます。ね、もう嬉しい。うんうん、私でも会ったことありません、どっかで。うん、会ったことありません？え、ありました。あ、ないですか、すいません。お前どういう、いや、どういう話してんだよ、番組の中で。ずっとこう引っかかってたんです。どっかでお見かけした感じやなと思って。うん、そう、すいません。いやいや、こちらもよくタネを通して拝見させていただいてますが。ありがとうございます。今、YouTube でどのくらいの頻度で上げてるんですか、動画は。あ、それ聞きたいです。うん、週に1回は上げてるようにしてます。はい、あ、そうですか。TBS さんを上げたもの。うん、全く同じのを上げてるっていう感じで、うん、
いや、ちょっと、セアロガイおじさんの、影響もあって、YouTuber がとっても増えてるじゃないですか。うんうん、僕の影響はないと思うんですけど。いやいや、ありますよ。ねおうそうですかね。うん。はい、うん。あと、まあ、コロナの影響もあるけどね。そうですね。それが大きいと思います。両方の影響で。まあ、でも、これから、この活動は、どんな風に展開していくんでしょうね。うん、そうですね、うん。まあ、今みたいな形で、うんうん短い時間でちょっとなんかクスッとくるようなとこも入れながら、うん、こう問題を知るきっかけみたいなものを得られるチャンネルにしていきたいと思っているんですけど、これはやっぱ20代前半とか10代後半のコーラにも広がっていって、若い世代の関心も、ちょっと広げられるようなチャンネルになったりな。そうそう、まあ俺なんかおじさんが見るにね、10代20代の人がね多分ね面白がって見てると思うんだよね。うん、そっちの方に皆さんにも見ていただきたいんですが、あと芸人さんとしてもなんか仕事増えそうじゃないですか、うん、YouTube からまたこうねいろいろね広がりが、うんまあ、なので、うん、ぜひ営業もやっていきたいなと思います、うんうんはいはい、ふんどしの下にパンツ履いてるじゃん、はい、あれはってふんどしだけになんないの、パンツ脱いで、やっぱり、うん、万が一の事故を防ぐためにですね、うんはい、やっぱりエアロガイおじさんが万が一の事故を考えなくていいんじゃないですか。いやいやいや、僕の陰部は相当な破壊力だと思いますよ。次回それも使って破壊してほしいと思ってるんですけども。いやいや、その放送コードまで破壊しないでいいと思います。いや、はいはい、ありがとうございます。本当ね楽しかった、うん大竹メインディッシュ、本日のゲストはセアロガイおじさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。首都大学東京の教授を務められています社会学者宮台真司さんです。2ヶ月ぶり、こんにちは。はい、一応ね大学名は都立大学に戻ったんですよ。あ、そうですか。はい、別にどっちでもいいんですけど。都立大学の教授を務められています。そうですね。じゃあちょっと2005年に変わって、はい、15年ぶりぐらいに元に戻ったんですね。そうですか、はいはい訂正させていただきます。それと宮台さんは草原のような場所で美味しそうに。先生、そのバッグは。あ、これはね、バーチャル背景なんだけど、はい、これは実は天体観測をするために持っている場所なんですね、山の中に。土地？え、後ろ？今これはバーチャル背景でね、はい、僕は今世田谷の自宅なんですけれども、はいはいはい、あんまり公開してなかったんだけど、僕天体観測が趣味なんですよ。へー、はい、あ、でも僕たちから見たらなんか草原に椅子を持ち出して、うん、美味しそうに電子タバコを吸ってるようにしか見えませんけども、アルプスの青年って感じ、はいはい、このね草原遠くまで牧草地になってますよね。はい、すごいですね。虫が山のようにいるんですよ。え、虫、虫、虫すごいたくさんいて、まあ、トカゲもちょっといますけれど、はい、あとね夜になるとね、うん、鹿ですね。あと、まあイノシシはあんまり出ないけれども、うん、鹿がたくさん出るんですね。蛇は、蛇はいないですか。ヘビがね、ちょっとね、ヘビがいるような湿地じゃなくて、うん、かなりですね、水がないところなんですね。ヘビって水大好きなんで、はい、ちょっとね、この場所にはいない。あら、うん、はい。ちょっとわかる、それ、どこ、バーチャルだけど、どこなんですか、そのバーチャルで。これはね、八ヶ岳ですね。八ヶ岳なんですか。八ヶ岳。はい、ああ、はい。でね、ちょっとね、うん、大竹さん、民さん、最近面白いことがあったんですよ。何ですか、何でしょう。っていうのはね、うちの子供たち3人いるんだけれども、はい、下の2人がですね、もう本当にゲームにはまっちゃって、はい、マインクラフトっていうね、どうとでも遊べるゲームがあるんですよ。はい、だからコンストラクト建築しても構わないし、はい、バトルしても構わないし、はいはい、何か探し物をしても構わない。はい、その掘るとね、まさにマイニングマインっていうのは掘るって意味なんだけど、はい、黒曜石とかダイヤモンドが見つかったりするんですよね。で、それにもハマりまくってね、その、うん、トラップを作って怪物をそこに捕まえるとかっていう工夫をするっていう、まあ、ただそんなことハマってる、はい、その結果ですね、はい、あんなに虫取りが好きだった一番下の男の子が、はい、虫取り行こうか散歩行こうか、いや、なんでだってマインクラフトやってるもん、うん、おい、あんなに虫好きだったじゃん、それは昔の話って言うんですよ。ところが、昔の話、はい、このね、草原に連れてったんです。
そしたらね、虫がいっぱいいるでしょ、はいはい、体が自動的に動いて虫をどんどん取っちゃうんですよ、はいはい、おお虫好きじゃんって言ったらね、うん、なんか体が勝手に動いちゃうんだよっつってですね、うん、あのクモとかバッタを次々、うん、もう5秒に1回ぐらいずつ捕まえるぐらいの感じなんですよね、うんうん、でそれで結局やっぱ虫楽しいかもなってなったんです、はい、戻ったそうなんですでね、うん、あのこれすごい大事なことであの外遊びの環境ってね、うん、あのこれ難しく言うとアフォーダンスっていうんだけど虫にそうアフォーダンスアフォードするっていうのはね、うん誰々にあのお金を渡して好きにさせるっていうふうな意味なんですけれども、うん、あの基本その環境から物理的な環境から動物から呼びかけられて体が動いちゃうんですよね、うんはいはい、なのであ面白い実証的な事例を見たなということでね、うんうん、でこれは逆にあのコロナで欠けているものがあるいはこれポストコロナ世代になった時に問題になるものがね、うん、何なのかっていうことをよく表しているなというふうに僕は感じたんですね、うんうんもう一つ教えてくださいそのよく分かったっていう意味は、はいうんまずコロナで、うん、まずリモートになる、はい、大人はそれで構わない、はいはい、もう子どもたちはどうだろうか、うん、で学校の教育もリモートになっている今少しずつ戻りつつありますけど、うん、また第2波第3波が来れば、うん、またリモートになりますよね、うんはい、でまあズームはね今ズームでこうやって話してますけれども、うん、あのツーウェイ、つまり、まあ、先生と生徒の間のね、はい、やり取りができるっていう意味ではね、むしろすごい効果があるんです、はい、大学のレクチャーでもね200人講義を今やってるんですけれども、うんはい、大体ね毎時間ね2人ぐらい質問者が出るっていうのはね今20人30人質問者が出るようになったんですね、うんはい、それぐらいズームっていうのは効果がある、うん、ところがみんなそのことに甘んじちゃってね大変な欠点を忘れてるんですよ、うん、それは生徒同士のつながりがないっていうことなのね、うん、あ先生と生徒のつながりはあっても生徒たちでなんか話してたら、ないでしょ、うん、そうあと もう一つ大事なことはね生徒のつながりっていうのは教室の中だけじゃなくて、うんうんうん、教室でつながったら外でつながって一緒に遊んだよね、うんうんうん、それもないですよね、うん、そうすると、まあ、結論だけ言うとね子どもたちの、はい倫理的な基盤倫理のねベースがなくなるっていうふうに僕は思うんですね、はいはい、例えばあの僕昭和世代なんで一緒に外遊びしてました当時は遊具危険なのがいっぱいあってね、はい、あの例えば一つだけ挙げるとブランコって僕らジャンプするために使ってましたよね立ち飛びとか座り立ちとか柵があっても柵を越えて飛ぶとかやってました花火は打ち上げ花火なんだけど全部水平打ちをしてました危ない危ない至る所で焚き火をしてました当時条例もちゃんとありましたけどね、うんでもあの誰も文句言わなかったし、うん、時々骨折するやついました、うん、けれどももっと気をつけてやれよで終わりでしたよねはい、はいうん、だからそういう環境に育った人間ってあの僕は共同身体性っていうんだけどやっぱ体がつながってるんですよね、うん、人の体が動くと自分の体も動くっていうのがあるし、うん人がかけるとねこけると自分も痛みを感じるっていうことがあったりしたでしょ、うん、でこういうあの体のつながりがあって、うん初めて心のつながりができて、うんうんうん、それがベースになってね、うんまあ、あの首相官邸のクソ官僚みたいなね損得野郎ではなくて、ねはい、損得を超えて、うん、あるいは正しいことをしよう正しいことをするためにはね、うん、場合によっては決まりも破ろうと、うんね、例えば人を助けるときに決まりを破らなきゃいけないときがある、はい、その時にまあクズイコール法の奴隷はね、うん決まりがあるのでできませんってなるでしょ、はいはい、でそうじゃないような子供を育てるためには、うん、やっぱり他人の痛みをね自分の痛みとして感じる、うん、これは単に痛みに寄り添うとかって意味じゃなくてね、うん、まさに他人が痛んでたら自分が痛いっていうふうに感じるようなそういう育ち方をする必要があって、うん、やっぱ僕は思い返すとやっぱりみんなと一緒に外遊びをしている中でね、はい、そういうのをまあ身につけたなっていうふうに本当に思うんですよね。そうですね。目の前で転んでる人を見るっていうのはもしかしたら大事なことなのかもしれない。すごい大事ですよね。目の前で転んでる人が見たら自分が転んだかのようにやっぱりなりきって感じて、うん、大丈夫かよっていうふうに本当に真剣に言うし、うん、泣いてたらやっぱり自分は泣きはしないけど、うん、泣いてる気持ちめちゃめちゃわかるから、はいね、だからまあかばってねおんぶして、うんその子の家に連れて行ったりとかしてましたよね、はい、
で、それがすごい感じだと思うんだよね。なるほど、そう考えると、やっぱりこの今なんか新しい生活とかニューノーマルとか、いろんなことを言ってますけど、今宮田さんがお話しされたようなことが全部抜け落ちますね。抜け落ちますね。そうするとね、どうなるかっていうと、少子化が止まらないよ。だってセックスは3密じゃんみたいになってるわけ、今若い人の間ではね。セックスは3密ですよね。まあ、濃厚接触ですけどね。濃厚接触ですよね。そうだ、ね、ですよ、恋愛って三密ですね。そうで、僕はね、あのゼミで言ってるのは、愛はね、困難を乗り越えるときに最も燃え上がるんですよ、はい、なので、三密濃厚接触、お互い危ないよね、よしだからセックスしようよっていうふうにやるんですよ。これが人間なんです、なぜかというと、性愛の時空は社会の時空、つまり言葉や法や損得の時空とは違うんですね、でだからお祭りでよく似ている、お祭りっていうのは社会の外、でそれを切り開くものなんだけれど、セックスもそうなんですね。もともとは2、30年前まではそうだった、ところが90年代に若い人が突如劣化をし始めたんですね、でその結果コストパフォーマンスが悪い、あるいはリスクマネジメントができないっていう理由で、あのリアルな性愛関係は嫌ですみたいになってきちゃう。なんか恋愛はコスパが悪いって若者よく言ってますよね。そうです。なので、例えば大学生女子について言うと、今から20年前に比べて、性愛経験率って大体半分になっちゃったんですよね。70% 近くあったのは、今 40% 切りました。そんなに下がるもんですか？下がるもんだよね。でさらに僕が都立大に赴任した92年にはステディ彼氏彼女がいる割合って4割いたんだけど、今1割台の前半ですよね。大体3分の1に減った、ね、でこの連中コスパとか考えてるわけだから、当然セックスは下手なわけ、でセックスっていうのは計算してやるもんじゃなくてね、それからさっきのアコーダンス、相手のね表情とか声とか体温とか、体の動きに反応して自分が自然に動くものなんですよ。男だって女だってそうでしょ、ところが今の若いやつって、例えばアダルト映像とか見て、こういう時はこうやるのかな、ああやるのかな、もうクズの骨頂なんですよ、でそういう人たちは残念ながら、例えばセックスをしても相手に幸せを与えることができない、単にそうすると人間関係って維持にコストがかかるからね、面倒くさいってことになる。いや昔から面倒くさかったんだよ、でも僕だったら法外の協力、限界法外損得外の協力、あるいはシンクロをする協力っていうのがこれあったから、みんなそこに乗り出したわけだけど、今の若い人はそれ知らないでしょ、でそれが今回 の、そのコロナのある種のリモート化、あるいはディスタント化によって、もうどんどんひどくなっていくだろうというふうに思いますね。拍車かかりまくりですね。かかりまくってますよ、めちゃめちゃ。これだからあれだよね、こう今まで介入してなかったところに、こうなんか国なり社会なりが、心の中まで介入してきた感じがしますよね、そうなってくると。そうだね。でも誰もそれを意識してないんだよね。あのコロナ対策は大事なことでね、なので、ロックダウンというか外出自粛要請とかっていうことは必要なことも分かる、でもね、僕一番、みんなが危機感を抱いていたあの時期にですね、5月の上旬だったと思うけれども、渋谷にね夜中散歩に行ったんです。その理由は、誰もいない街、恋人たちがたくさんいるだろうなと思ったんです、そしたら全くいなかった。だって誰もいない街だよ、青缶もし放題ですよ、なのに誰もいない、気候的にもちょうどいい感じですよね。ちょうどいい感じですよね、何言ってるんですか。誰もいないっていうね、でそれを見て、あ、これはダメだわと思いましたよね、これがチャンスって思う人がいないってことですよね。僕だったら絶対チャンスだって思うし、だってさ、まるで地球最後の日に二人きりで過ごしてるみたいな感じじゃないですか。わ、絶対東京タワー行っちゃう。ロマンティックですよね。こんなロマンチックなことはないのに、そういうことを想像する力もないのかってね、
いや、外出自粛要請だ、ま、先生見に行ったんだ。そういう、まあ、内的なことはあるかもしれないけど、はい、外側からのなんか力、こう、うん、なんていうんですか、まあ、自粛をね、自粛を強制するっていうかね、要請されたり、うん、あとは誰かにこんなことしたら何してんだお前って言われたり、なんか、うん、みんなとなんかちょっと同じような世界にいないとなんかやられちゃうぞみたいな外からの圧力も感じてるんじゃないですかね。そうですね。しかしそんなのは無視すればいいんですよ。無視、はっきり言いますけど、外からの圧力は無視すればいい、うん、でやっぱり自分の頭で考えて最も合理的なことをすればいい、うんうん、例えば、まあ、今どんどん新しい情報が特に海外から出てきているけれどもね、あのロックダウンってさして意味がないんじゃないかっていう議論が大きくなってきた、うんうん、これはアメリカのアンチロックダウンのこと言ってるんじゃなくてね、もっと科学的な根拠があって、はい、あのウイルスに、ね、暴露されても多くの人は軽症で終わるんですよ、はい、大量暴露っていうのがあると、はい、重症化するってことが分かってきたんですね、はい、大量暴露っていうのはね、相手の吐射物に触ってしまうとかね、はい、相手からその本当に面前で唾をこうブワーッと唾を吐くような喋る、はい、そう、うん、でそれがない限りはね、うん、重症化しない可能性が高いんですよね、うん、だからそうすると、皆さんはその単に3密が怖いっていう風な話だけをしているんだけれども、うんはい、3密にもいろいろあってね、はい、特にやばいのはね、やっぱ消化器粘膜を通じた感染なんですよね、うん、あるいは目を通じた感染、はいはい、だからあの空気の中に飛沫が入っているっていう場合には暴露量が少ないんです。あ、それも圧倒的に少ないんですね。口に唾液が入っちゃうとか、うんね、その手にいっぱいウイルスがついた状態でその手を舐めちゃうとかっていうのが実はめちゃめちゃ危ない、うん、なのでちょっとね、あのなんとか肺炎っていうふうに名前がついちゃっているので、うん、勘違いしやすいけれどもね、うん、あの実はあのまあ、消化器官を通じた感染の方がやばいっていう議論がね、うん、今最先端では主流になってますよね。あ、分かってきたことが結構増えてきたんですね。そうなんですね。で、そういう情報をまあいろいろね、うん、自分の目で自分の頭で観察し考えながらいろんなことをやっていく、うんうん、でそうすると情報がアップデートされてない人はね、うん、ちょっとでも飛沫がかかったら危にゃーいとか言ってるでしょ、うんうんうん、ちゃんと情報収集しろよって感じですね。あのその情報もね、例えば一番最初にこのコロナの時に4つの項目が上がったりしたじゃないですか、はい、37.5 度とかね、はい、咳が続くとか ね、 で、まあ、からめね、はい、それでみんなはそれをね、うん、信じてはってました。信じて、だからその情報をね、はい、鵜呑みにしたと、はい、でここに来て今度熱中症だと、うん、熱中症がもう昨日30人いたと、はい、でマスクは危険だと、はい、熱中症になるからね、医療崩壊の原因になっちゃいます。それでこのあんまり暑い日はね、はい、こう半径2メートル以内に人がいないときはマスクは外しましょう、はい、みたい な、はい、なことが世間で、そういう推奨もあるんですよね。そういうのをね、なんか見てて細かいんです。そう、あのね、どこまで介入してくるんだと。そうです、あの細かいですよね、でね、原理を教える必要があるし社会背景も教える必要がある、うん、あの要はね、クラスター対策官は実は嘘をついたんだよね、うん、どういう嘘かっていうと、はい、これが妥当な方策ですっていう嘘です、うん、の実際には日本はね、0年代半ばの SARS 騒ぎを受けなかったので、はい、あの検査インフラが全くないんですよ、うん、だから機器もないし検査要員も全然少なかったの、うん、だから検査がもともと日本ではできるインフラがなかったんですよ。じゃあ今回が初めての危機だったわけですね。そうです、初めての危機で何もなかったんで、うん、やれることって何だろうって考えたらクラスター対策しかなかったんですよ。クラスター、つまりいろいろ選択肢がある中でクラスター対策をやったかのように嘘をつきましたよね、うん、クラスター対策しかできなかったんです、うんね、なので市中感染がいろいろできるって言ってましたよね。そうなんです。でもね、日本はあのアジアの中では最も成績が悪いけれども、うん、あの欧米各国に比べると死者の数は少ないんだよね、はい、これについてもあの実は今、ね、ファクター X って言われていて、うんうん、世界中の学者たちが、ね、それに注目して研究してるんですよね、はい、
間違ってもですね、安倍の対策が素晴らしかったからとか、うん、下した対策官の対策が素晴らしかったとかってことじゃないんですね。うんうんうん、で、まあ、有力な説としてね、よく言われているのは BCG の問題と、うん、はい、あとは、軽症コロナ、コロナ そのウイルス、他に、うん、風邪を起こすの4つあったりするんだけど、はい、それにかかる頻度がね、どう日本人、東洋人は高い可能性がある。はい。はい、ね、でそうしたことによって軽い免疫ができてるんじゃないかっていうよね。確かに風邪ひきやすいですよね、アジアの人。そうなんですよ、風邪ひきやすいんですよ。毎冬になるとね、みんな定期的に風邪ひくなんていう国他にないでしょ。アジアは普通なんだけど、ヨーロッパやアメリカにはないんです、そんなことは。マスクの習慣もないしね、うん、ないしね。でマスクの習慣がないのはだからそうなんですよ、季節性の風邪みたいなものがもともとあんまりない。確かにないよとかってね、いろんな要因が今カウントされてますよね。はい、でも、うん、これはまあでもある種まだそうじゃないかしらぐらいしかね、うん、分からない。今はそうです、うん、はい、なのでね、うん、なおさら政府から出てくる情報を真に受けないことが大事、うんうん、で僕の言葉で言うと、ひらめ中とキョロメ中が一番ダメなんです。ひらめ中っていうのは上目遣いで、はい、ね、狼が何言ってるかなっていうふうに、うん、まあ、媚びへつらいながら観察するっていう、まあ、江戸時代以来の作法ね。で、キョロメ中っていうのは、隣組とか五人組とかに関係する作法なんだけど、昔統治権力がね、統治権力に言うことをちゃんと聞いてるかどうかを、そういう小さなグループに観察させる、お互いに密告、ちくらせるってことやってたんですよ。で、それもあって、キョロメ中、周りをキョロキョロ見回してね、俺、ちゃんとみんなと同じことやってるかな、みたいな。ね、キョロメ中。多いでしょ。ひらめ中とキョロメ中が合体すると何になるかというと、いわゆる安心中、ゼロリスクマニアになるんですよ。みんながやってることをお前はやらないのか、はい、やらないんですけどとかっていうとね、ものすごい嫌がられるわけ。上を気にして横を気にする。そうそう、その彼らの劣等感をね、まあ、ね、寄せちゃうんだよね。キョロメ中とひらめ中の特徴は劣等感に駆られやすいという、自由な人間を見ると嫉妬しちゃうんだよね。だからこれは、大竹さんも反発しておられる、いわゆる不倫炎上なんかにも関係する。先生、タイムリーすぎる。どうなんだ、たって。あ、まあ、だから、まあね、俺思うんだけど、手洗い一つにしてもね、そのなんか、キョロメ中とかって言ってるようにね、人はさ、ズボラな人間もね、神経質な人間もいるわけだよ。います。いろいろいます。それをなんかこう、手を洗いましょうってね、子供の時からよ、ずっと洗ってると。ね、それで、ちょっともう、2秒ぐらいで手洗ったやつが、こう、弾かれてっちゃうみたいなね。話はどう考えてもおかしいと思うのね。それはだってそうしないと、なんかこう、なんかみんな一律な中にいる安心の中でのことしかできなくなってて、だって手洗う時間まで指定されてますからね、一律。だから、ね、だからね、ズボラなとかね、武将なみたいなね、はい、まあそれってさ、ある意味性格にも由来することじゃない。そうですよ、一応、ね。とっても個人的なことじゃない。ね、はい、それがこうなんかこうなくなってっちゃうみたいなこととね、はい、まあ、それにはこれもう一つ弊害があって、はい、そんなにデオドラントになってね、はい、お前今度菌が来たらどうすんだと、はい、その通りですよ。だからね、大竹さん、うん、昔からさ、鼻くそ食うやつって汚いけど、はい、風邪に鼻くそ食う人は丈夫ですよね。丈夫ですよね、一般的にね、はい、お前もすぐ同調するな。いや、わかるんですよ、鼻くそ食べる人丈夫なんですって。はい、だからそれね、今ね、はい、もう、うん、鼻くそ食べてたら本当にもう誰も付き合ってくれなくないわけだから。そうです、鼻くそ食べたら大炎上ですよ今。だからそういうことがね、ちょっと多すぎててね、うん、それとさっき宮田さんがおっしゃってた、リモートで縦の先生と生徒の関係はできても、うん、生徒同士の関係が何もなくなっちゃうと、うん、はい、でもこれはコロナのために新しい生活様式だって言ってるわけでしょ。うん、そこら辺はね、もう俺はとっても
不満で、なんかもう最終的には家から出るなって言ってるような感じ。だからそれはね、ニューノーマルって新しい言葉をつけると、うん、日本人はね言葉の自動機械が多いので、うん、何かいいことをやってるように勘違いしちゃうわけ、はいね、でそれはくだらないことです、はっきり言えば、うんね、新しい言葉を貼り付ける場合には大体くだらないことだというふうにも考えていいです、うん、なるほど、ね、なので、うんうん、僕安心中って言葉は使うけど、はい、安心よりも大事なのは安全でね、うん、安全は安心したらもたらされないんですよ、はいはい、誰が何を言っていても疑って、はい、自分の目と頭で観察し、うん、判断し、うんその都度ですね、まあ、ダイナミックに、自分のね、対策やり方を変えながら前に進むしかないんですね、うん、時に失敗しながら。そうだからね、ダメージさん、人それぞれに問題の理解が違うのが当たり前なんですよ、はいね、例えばスウェーデンはそれを生かしたわけ、政府は情報を全部出します、はい、今までもそうしてきたでしょ、皆さんも信頼してくれてますよね、はい、我々も皆さんを信頼します。何を信頼するかって、皆さんそれぞれが自分の頭で判断してやってくださいね、もちろんそれによって市中感染が広がって、でそれが一応集団免疫化戦略っていうふうに言われてるんだけど、うん、で実際スウェーデンはそれで人がたくさん死んでるんだけどね、うん、スウェーデンではねそれが社会問題になりにくいんです、はい、それはなぜか分かりますか。それはユニバーサル普遍主義的なケアのシステムがあるからです、うん、例えば、ね、貧乏で困る人がいない、うん、学校も病院もただ、うん、その代わり特にお金持ちを中心に税金はめちゃめちゃ高い、高い、うん、ね、でも病気になっても大丈夫、うんね、で場合によって人々がそういうふうに自分の判断でね、うん自由に振る舞うということから来るね、うん一定の死者数の多さっていうのがあったとしても、うん、それがスウェーデン流なんだよねっていうふうにして受け止めていくっていうことがあるんですよね、うんうん、まあ、はい、あんまり時間がなくなってきましたけども、そんな宮台真司さんですが、うん、社会学者の永田夏樹さんと音楽家の香刈春樹さんとの共著で、うん、新刊音楽が聴けなる日が集英社新書より902円で先月発売となりました、はい、よろしくお願いいたします。そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲスト、はい、社会学者宮台真司さんでした、はい、ご本のこともお話できませんでした。すいませんでした。すいませんでした。本当にすいませんでした。今日のメインディッシュはゴールデンラジオ初登場のこのお二人です、うん、どうぞ。どうも、アイシャイの河合です。アイシャイの稲田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。河合くんの方が年上なんだ。そうなんです。僕の方が見た目は稲田の方が上なんですけど、はい、逆に見えるよな。そうですね、大阪でこの間の、うん、まあ、だいぶ前ですけど、このコロナの前ですけど、うん、営業行った時に一番前に小学校5年生ぐらいの男の子がいてて、うん、その男の子にこの稲田を指して何歳に見えるって言ったら、その男の子が75歳って師匠と組んでるみたいな。なるほど、見積もりが甘いですよね。そう見えたよ。仲間たちもみんな稲田のことは年上だと思ってるじゃない。そういうことはない。まあでも年齢は言ってるのであれですけど、うんうん、はい、いたわってくれます。年上は思われてる。だいぶ。みんなにいたわれてる。いたわれてます、本当に。まあでもすごい顔してるよな。いやシンプルな感想。おかげさまで。もうな、すごいよな。間近で見たのは初めてかも。初めまして。そうだね、はい、初めましてです。はい、そうです。見てるから合ってると思ってた。いや、初めまして。僕らの方のセリフですよ。初めまして。初めまして。そうでございます。もう、あれだ、最初に、今、ネタまでしば厳しく見たわけじゃないけど、うん、最初にもうテレビで 見たときに、うん、もう稲田の顔見て、もう、俺もう、その場から動けなかったもん。もう、いや、やられた。やられた。もう絶対こいつと仕事するの嫌だと思った。なんでなんですか。もう絶対嫌だと思って。持ってかれる、持ってかれる。もう絶対勝てないと思って。これはエビスと仕事、エビス吉和と仕事するのも嫌だけど、もうその上だと思ったね。こいつとは一生仕事したくない。やったえましたね。ありがたい、ありがたいと捉えます。嬉しいです。
光栄です。そこまで思ってもらえるのは。すごいね、でもね。そうですね、本当に。可愛いが2枚目だからね。いやいや、まあ、稲田の横に似てるんで、余計そう映るというのもあるとは思うんですけど。あ、僕のおかげです。お前が言うなよ、それ。お前、ブサイクランキングの、なんだかぶっちぎりの。いや、そうです。すごかったです。ぶっちぎりの。はい、4年ぶりにね、うん、なんか一時ね、うん、もう開催しないみたいな、うん、そうですそうです、で今年4年ぶりにその全国版の男前ブサイクランキングみたいなのが始ま、うん、あったんですけど、去年4年ぶりに開催しますって言って記者会見までして、うん、でそこから、じゃあ今日から投票お願いしますみたいなので、うん、まあ大体1ヶ月半ぐらい年末にかけて、うん、募集してたんですけど、うん、まあ1週間経った段階でちょっとな、うん、票開示してみましょうみたいな、うん、どれぐらいのもんなんかってこのバーって開けていったら、うん、ブサイクの2位がノンスタイルの井上さんで、うん、1200票ぐらいだったんですよ、うん、あでもやっぱ井上さんやっぱさすがやなみたいなやってて、うん、でじゃあブサイクの1位ってパッと開けたら稲田で3万3000票やもうブサイクのランキングは1週間で終わったんですよ。やっぱり俺テレビに釘付けになった理由が分かったわ。動けなくなっちゃったもん。最終的に、2位が EXIT の凛太郎だったんですけど、はい、凛太郎は3万票ぐらいだったんです、はい、で1位の僕はもう16万票ぐらいすごかったです、はい、すごいことだから、まあもう順位はもう確定してたんですけど1位は あとはどこまで伸びるかっていう、ね、記録との戦いでしたね、はい、あと16万票取れたらお前下手な町の町長になれるぜ。ブサイク村の長はいけるし、ブサイク村の長は、そのブサイクの、ね、2位から10位までの票を足しても16万票にいかないんですよ、うん、そうだね、はい、そうなんですよ、はい、じゃあもうぶっちぎりという言葉がふさわしいのかわからないぐらいぶっちぎってて、うんはい、だからあの、うん、なんか努力してんのそれは、ええ、生きてるだけでも努力してないの。ブサイクになる努力ダメない。努力しろよお前少しは。いやいやもう生きてるだけでなんかぶち切っちゃうんで、生活してるだけで。お前逆な努力してたんだよ。いや今104万円かけて逆な努力してたの。あら。そうなんです。何？あの増毛してまして。増毛。はい。増毛してんの。髪の毛がもうあのどん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 薄くなっていったんで、うん、あのちょっと地毛にあの、うん、くくりつけるタイプの増毛をやってるんですけど、最初に自分の毛質に合った、うん、あの人工毛を1万6000本作っていただいて、うん、それで104万円かかるんです。早、う、ま、ん。はい。でも車買ったと思えば安いもので。車買ってないだろ。車買ってないんですけどね。そう思えんの。もし車買ったら2台持ちということで。あ、そうだ。1台分払ってるだけでさ。で、計2台買ったみたいなもん。計2台。いや、その計もややこしいですよ。でもあのつけてもらうたびに、はい、まあ、施術師さんにね、200本つけていただくごとに1000円かかるんですよ。まあその施術代みたいなね、はい、これって地毛に結んでくる。そうです。おー、すっごい手作業。めっちゃ時間かかるんです。だから200本足らずをつけるのに2時間。200本で1時間、ね、1時間ちょい、まあ、早い人やったらもうちょい早いですけど。自分で結べないの。自分で結べないです。自分で結んだらもうめちゃくちゃドレッドヘアみたいになってしまう。それもはい、そのまあ、うん、後々かかるその1000円とかも、まあ、ガソリン代と捉えれば、うん、あの安いもので軽だしな、軽だし、はい、だから増えるのは増えるんですよ、行ったら、うん、あの1本に2本くくりつけるので、うん、実質ちゃんと3本にはなるので、うんうんうん、その施術しに行って帰ってきたら、うん、まあ物理的に絶対増えるんですけど、うんはい、次元に1本に対して2本つけるんで、まあ地毛が3本分の重みを支えないとダメじゃないですか。なるほど、はい、だから結構すぐ抜けるんですよ。だから抜ける時も3倍のスピードで抜けていくんですよ。はそうです。燃費悪いじゃん、はい、逆に言えば悪くはないですけど、一時のそのふさふさを味わえるという。夏はちょっとだから、うん、あのスカスカの状態で、うん、涼しく今過ごしてます。涼しくしてる。だ肌着じゃないからお前。でも本当にあの、うん、冬になると予約が取れにくくなるんですよ。あ、なんで？多分みんなあの寒いから、うん、髪の毛足しに来るんです。本当にだガンそんな関係ないと思うけど、ね、全然違います。もう僕も今首痛いですもん。いやそんなないって。肩こるほどは増えてへんて。めっちゃ痛いです。重い。へえ、でもね、今何本いったの？ね、まあ、あのつけては減り、つけては減りの繰り返して、あと6000本ぐらいしか残ってないですよ。もうだから1万本は、はい、
抜けてはつけ抜けてはつけを繰り返し、はい、なんかあれだな、一本がすごい大事になってきたな。あと6セッポしか残ってないですよな。そうですね、あんまりゴールが見えてきたから刺激を与えないようにしてくださいって言われてるんですよ。シャンプーの時もこの指の腹で優しく揉み込むように洗ったり、タオル拭く時もポンポンポンって叩くように、刺激与えたらダメって言ってるのに、相方がその漫才ですごい叩くんです。いや仕事やそれは。たまに払って頭引っ叩く、はい、叩かれた時になんかあの3本がプラって請求してくるんですよこいつが。1本60円計算なんです。3本だとさ、なんかこう松の葉みたいに回転して落ちるんだろうねきっと。なんか素敵。そんな風情いらないんですよ。いやいらない。漫才やってそんなロマンチックだってどうするんだよ。ロマンチックな漫才だよ。そうですね、細いのは僕にしか見えないし。だからそれをちょっとね、払ってほしいんです、うん、一撃に対して。だから3本なんで180円ですか、うん、そうだね、うん、それをだ、うん、なんか折半90円でも払ってほしいっていう、うん、それはもう当然稲田の正当な権利だと思う。いやいや、でもその漫才のために小銭をそのチャラ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 払うのが僕嫌なので、いやそれ仕事でやってますし。でもさ、一舞台いくらもらえるの。いや吉本だって安いでしょ。本当にそうしたら稲田君の髪の毛の方がさ、はい、はい、僕はもう減ってマイナー出てますね。え、はい、いやいや、そう、いやそんなもんお前が勝手にそう思ったやからな。勝手に行くよ。2人のために僕はそのもう本当にね、あの年老いたチンパンジーみたいだったんでね、髪の毛増やしたんですよ。はい、それ二人のためにやってるんだから、二、うん、人で払わないと。本当は104万円も。いやいや、小銭払う、いやいや言ってるんだから。小銭払うのが嫌って言うから、うん、僕最近考えた案でね、うん、あの月々2万円で叩きたい放題プラン。いやいや、変な携帯のプランみたいな入んの。それも入ってくれない。これはいいじゃんな。ね、なんてなんすか。叩きたい放題。もうほんなら2万円払うと僕四六時中叩きっぱなしですよ。ほんならもう僕。いいですよ全然。二万円払ってよ。携帯電話だってな、かけ放題とかな。あるんだ。かけ放題、まあ、あってもいいよね。なんで僕仕事してるだけのに2万円払わんとダメなんですか。しょうがないよ、お前 2枚目だからしょうがないだろ。そう、まあ、2枚目のランキングの3位っていうのは、いやいや中途半端なランキング。いやそうなんですよ、本当に、まあ、これに関しては1位なら1位に。いや本当にそうなんです、これはね、まあ、相方がぶっちぎってくれてるんで本当に。3位ってなんだってことになっちゃう。3位。いや本来相方が普通やったら、いや3位ってすごいねってなるはずなんですよ。だでも相方がブサイクでぶっちぎってしまうから、3位ってなったら中途半端なんてなってでもさ、稲田さ、ほんあのじゃあ可愛さ、はい、ほんと稲田にさ、はい、憧れるだろう。いやでもやっぱ羨ましいなって芸人としては、はい、思うことはありますけど、あれだけブサイクに俺も生まれたらなってこう。やっぱ男の人悔しいって思う。悔しい悔しいよ。ここまではっていうのはありますよ。でもいや何や、ここまでここまで行きたくないの。だって大阪でね、夏祭りの営業で、すいません今年は子供が多いんでって言って、僕ら NG 食らったことあるんですよ。稲田さんの見た目ちょっと怖いんでって言って、そんなそこまではちょっとやりすぎてるなっていう。いやいやいや、でもあれだよ、もうメジャーになっちゃえば別にそんなのは、メジャーになったらもう武器だもんね、うん、メジャーだったら関係ないもん。ここ来るまでほんまむちゃくちゃ時間かかったんですよ、まあね、本当に大変だった。はい、もうね、その髪の毛も今はこうやって104万円かけてちょっと、うん、増えて続けてる状態なんですけど、うん、ほんまにもともとはほんまに子供のチンパンジーぐらいの毛量しかなくて、でそんなに頓着もなかったので、うん、舞台の直前とかで、うん、もうほんまに水道の水でバシャーって水で髪の毛ビシャビシャに濡らして、うん、それもドライヤーでちゃんと乾かして、うん、それでしまいみたいな感じやったんですよ、うん、で一回そのまだ増毛とかする前にね、うん、舞台の直前、もうほんま出囃子が鳴る 2,3 分前に、うん、帽子かぶっててぺっちゃんこやったことに気づいたらしくて、うん、その水道の水でバシャーっと、うん、髪の毛濡らしたんですよ、うん、でその劇場の所定の位置にいつもみんなで共有のドライヤーがあるんですけど、うん、そこに誰かが置き忘れてて、うん、所定の位置にドライヤーがなかったんですよ、うん、ほんならもうおよそ出番1分前ぐらいのにまだ頭ビシャビシャの状態で、で舞台の進行さんと慌ててそのそこら中走って探し回ってたんですよ、うん、ドライヤーないですないですって言って、もうでも出番になりますよって走ってる間に髪の毛乾いたんですよ。早っ。エコでしょ。エコなんですエコなんですね。ふわふわのままです。ふわです。入っちゃうんだね。今もこのふわふわにさせてもらってるんですけどね、うんうん、させてもらってるっていうか、まあ勝手になってるんですけど。
勝手にね。この間スーパーに買い物行こうと思って、歩いてたら横風がブワーって吹いたんですよ、そしたらもう軽いから、もう全部ブワーってめくれちゃうんです、でそれをたまたま目撃した小さい男の子が、ママあの帽子何って言って小さい子にしたら帽子に見えたみたいです。みたいな帽子。お前髪の毛のことばっかりそういうふうに言ってるけどさ、俺が言ってんのはお前の顔だから。髪の毛関係ないからな、俺言ってんの。見てください、見て。お前の顔について俺は。すいませんでした。髪の毛俺一切言えない。確かにそうです、いや、いっぱいありすぎた、全体的な顔に負けてんだから俺そうですよね、顔忘れがちほんま、でも、まあでもありがたいというか、まあやっぱり僕ら若手芸人ってまあめちゃくちゃ稼いでるので、覚えていただかないといけないとかっていう意味では、やっぱり一回出たら絶対にまあ覚えてもらえるので、で僕ら初めて、僕らじゃないですけど稲田が初めてテレビ出たのが、僕らNSC という学校養成所があるんですけど、そこの養成所ってまあ何百人もいてるんですけど、その授業終わったら先生が、はい、この列からこの列まで30人明日どこそこのドラマのエキストラ行ってきてくださいとかっていうのが結構あるんですよ。で、こっからここまで、行ってこいって言われた、こっからここまでの間に稲田も入ってて、はい、でそのエキストラ行ったんですよ、通行人の役は、はい、本当にまあもう1秒も映ってないぐらいだったんですけど、はいはい、その放送の次の日外歩いてたら、あ、昨日テレビ出てた人夏井か、はい、でなんかあの刑事ドラマかなんかの後ろ の, あの通行人やったんですよ、はい、でなんか変な伏線みたいになってあいつあいつ絶対後から出てくるみたいな、すごいな、まあ、でそのまあ、顔をさすってステータスであるじゃないですか。でも僕小学校の時から電車乗ってたら、全然知らん男の子に、あいつ見たことあるって言われて。でも大阪の四条なーてというところ出身なんですけど、はい、ほんまに四条なーて界隈では四条なーての稲田って言ったらめっちゃ有名やったらしいです。あ、マジで、はい、だから喧嘩番長みたいな名のところに聞かせてます。いや、じゃあそれ喧嘩でじゃなくてだろ。喧嘩でじゃないです、もちろん。もう顔で、あいつの顔、はい、おもろい顔のやつおるっていう。ラッキーアイテムみたいな感じ。いや、そうですよ、本当に見たらなんかいいことあるぞみたいな。そういう演技のいいものではないです。ただ単に強烈なインパクトという。まあでもね、ネタも面白いからね、したいわね。やって、やってもらえるんだよね。あ、もちろんです、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。したいわね。はい、それじゃあ準備、漫才だよね。はい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 、どこで、はいはい、こちらで、はい、どこでもいいですよ、はい、はい、もうちょっと近づいて、はい、いいんじゃないですか。はい、そんなんでいいんじゃないですか。全然、はいはい、あ、すみません、はい、いいですか。アクリルがあるからね、悪いね。はい、はい、それではアインシュタインのお二人です。どうぞ。どうも、改めましてアインシュタインと申します。よろしくお願いします。ちょっといきなりなんですけどもね、僕、はいはい、たまにね、神様に一つだけ願い事を叶えてもらえるとするなら、はい、何をお願いしようかなとか考えたりするんですよ、うん、あ、一つだけね。そう、はいはいはい、で最近ね、もうこれしかないなというのが見つかったんです。まあ、じゃあ、あなたの場合、まあ、シンプルに一つあるんじゃないですか。で、もしね、はい、願い事が一つ叶えてもらえるとするなら、はいはい、神様に僕をこの顔にしたことについて、はい、一度だけお話しする場を設けてくださいっていうんです。それやねん。いや、もうこれしかないと思います。いやいや、じゃあもっとシンプルなやつにせえや。お前なんでその遠回りやねんな。めちゃめちゃストレートじゃないですか。どこがストレートやねんな、うん、いや、じゃあ1個しか無理なんやろ、うん、いや、ほんなら男前の顔に変えてくださいでええやんけ。あ、いや、別に男前になりたいわけではないので。嘘つけよ、ほんま。男前なんかなってもしゃあない。なんでやねん。だって30年以上この顔で生きてきてさ、はい、急に男前になってもどう生きていいかわからん。いやいや、そりゃそうか知らんけどやな。ちょっと勘違いせんといてほしいんですけど、はい、僕はね、この顔になったことについて神様に怒ってるわけじゃないんですよ、うん、いや、今まで怒ったり恨んだりしたこと一回ぐらいはあるやろ。いや、一回もないです。ほんまに。だから僕は神様に、はい、一体どういうつもりでこの顔にしたんかなって聞きたいなって、まあ、聞きたいなってやない。どういうつもりって怒ってる人の口調やねん、それ。いいえ、怒ってない人の口調で。怒ってるやん、それ。ちょっと言い方を変えましょう、はい、どういった経緯で、どういった理由でこの顔になったんかを神様から聞きたいだけ。こんなに経緯も理由もないねん、別に。何らかの理由があるはずない。別に手元が狂ったとかそれぐらいのことやって。手元が狂った。神様といえどあるやろ、それぐらいのことは。ちょっと待って、ちょっと待って。なんやねんな。
手作業なんですか。どこ引っかかってんのお前。え、いちいち手でこねてんの。いや、それはそうやろ、お前。神様やねんか。その工場のラインがわーっと流れてきて、そのスイッチポチッと押すだけじゃないやろ、そんな。ほんなんなんで僕の時だけ手元狂うんですか。ほんなその二日酔いかなんかやったんちゃうか、ほんなら。二日酔い。あ、知らんけどな。ちょっと待って。なんやねん。酒気帯び。いや、やとしたらやな。酒気帯び顔面作りやん。ないよ、そんな日本語。酒気帯びのせいで手元が狂ってこうなったっていうこと。そうちゃうかみたいな。一回ちゃんと顔見て。何手元狂ったっていうレベル。どういう気持ちで言うてんねん。そんなレベルではないと思われながら。いや、まあそう、確かにそうか知らんけどな。おかしいわ。いや、その二日で寝不足でその神様も顔こねてて、うん、そのうとっとした時にグッと押してもって、そのままニュッと出てもうたんちゃうか、アゴが。いやとしても、神様の後ろに控えてる人が、うわっすごいひしゃげたのが流れてきた。これあかんわってパーって弾いてくれたらええじゃん。本来そうするべき人もバーッと流れてきてパッと見てそのふふと笑ってる間にこうそのまま流れていったとかそうなんちゃうか。え、検品漏れ。いやとしたらな。宗教日顔面作りおよび検品漏れ。何の報告書書いてんの。そんな理由やったら僕は神様に謝ってもらいますよ。それはあかんよ。なんでやねん。なんでやねん。お前願い事一個だけなんやろ、うん、ほなもう話し合いの場を設けてもらうということで一個使ってんねんから、うん、謝ってもらう二個目の願いよ。それは違います。お話しする場を設けてもらって会話の中で謝ってもらう。いや、それ二個目の願いになるから。ちょっと待って、ちょっと待って。何やねん。君は神様の何。いや、別に何でもないけど。えらい神様側で喋ってさ。側ではないよ。僕は朝まで粘ってても神様に謝ってもらいます。そんな暇なわけないやろ。神様が暇やろ、どうせ神様なんか。なんでやろお前さ、一日何億人の人間の顔作らなあかんねんの。お前一人に構ってられへんわ。え、何1分1秒争うってこと。そりゃそうやろ。そんなやつがなんで酒飲む時間あるんですか。仕事終わったら神様がで飲みたいやろ。そんなどうせ朝までガブ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 飲んで記憶飛ぶまで飲んでんねやろ。そんなんしてるからニュッとしてグッて出てもらってんねやろ。ニュッと出たもんしゃあないやろ、そんなもん。あ、俺12月生まれや、忘年会シーズンやん。いや、さ、たまたまやて。で、みんな集めて飲んでんねやろ。知らんて。で、みんな集めて飲んで楽しい飲んでもらってんねん。あ、検品のやつも飲んでるやん。いや、それ知らんて。ほんで次の日検品のやつがな、仕事終わってこういうね、はあ、神様なんかね、すっごいね、ひしゃけたやつ流れてきましたけど、笑ってる間に出荷されてまいりましたわ。おい、検品のやつも呼べ。何の話してんのお前さっきから。検品のやつ神様に謝らせる。それは無理。それ三つ目の願いよ。は、なんで。いや、謝ってもらえば二個目の願いやねんから。あ、わかった。なんやねん。お前検品のやつか。絶対ちゃうわ。もうええわ。どうもありがとうございました。ね、え、素晴らしいね。久々のね、もう顔から離れないね。もう3分間もう全部1の1、どこにも行かない。なんか表情が面白いんだよな、うん、あ、怒っとる時の、うん、なんだろうな、なんかこうさ、なんと少女が唇を噛むようななんかなんかさ、あのなんかその顔がなんかもうキュッとそんないじらしい顔してました。あの怒りながらたまにすんのよ、うん、悔しいんですよ。なんかキュンキュンしちゃって、なんか神様側に立つか悔しくて、うん、いやね、ネタずっと一緒にやってんのに可愛いと思ってて、うん、ありがとうございます。乙女の顔する。でもあれだよね、河合は神様は恨んだことないよね。いや、でも僕はあの、うん、僕で母子家庭で、うん、ほんまにむちゃくちゃに貧乏なんですよ。そうなの。はい、でまあ、あの相方が稲田なので、うん、あんまり僕自分の話をする機会があんまりないんですけど、うんうんうん、あの家実家が、うん、あのまあ、こっちでいう歌舞伎町みたいなところなんですけど、大阪の心斎橋という飲み屋街のど真ん中 の、 あのスナックとかバーが入ってる汚い古い雑居ビルの屋上 の、うん、あのプレハブが実家やったんですよ。だからあの恨んだことは稲田よりあると思います。夏暑くない。暑いところじゃないです、本当に暑いところじゃないです。あれ、はい、冬は家の中でも多分着ない。悪いんだけどさ、はい、あの昔は傷だらけの天使ってさ、そうそれのなんかあの証券が住んでたのが、はい、ビル上がってってありました、ありました。屋上のプレハブで、はい、あの牛乳口で開けてた、はいはい、あのみたいなところ、 あれの劣化版です。あの劣化版、はい、さらに、はい、ほんまにトタンやねんのバン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 っていう素材。もともとはあのモップとかほうきが入ってた掃除道具なんですよ。それをのけて、うん、あのあのホームセンターでフローリングだけ買ってきて、そこにフローリング引いて、うん、そこで母親と弟と3人で住んでました。ひぇ、そんなまともな顔になる、それで。ね、すごい。もともとは、まあ、あの、うん、本当に。その歴史が稲田の歴史だったら納得するけどな。違う。稲田が僕のその歴史やったら、多分笑えてないと思います。泣くぜ。ここまで稲田は家庭環境普通なんですよ。すごい、はい、育ち良さそう。僕本当に家族誰にも似てないので。あ、そうなんですよ。突然変異みたいな。
僕だけそうですああ、でもさっき神様の話だったけど、ええ、で実際に親恨んだりはしないよね。恨んでないと思います、はい、優しくしてくれたんでご飯も食べさせてくれたし拾われた子みたいなイマジないねん。相方は食うや食わずだもんね。だってそうです、そうですね、相方に比べたら、はい、ほんまにすごかったです。プレハブ冬寒い、夏の冬はどうなんの、いやもうすごかったです本当に。どうやってこれあのしのぐの。冬寝るときはほんまにあのそのフローリングの上に段ボールと新聞紙引いて掛け布団引いて、うん、毛布引いて、うん、なんか電気毛布みたいなやつ引いて、うん、その上に寝て、まだもう一つ毛布かぶって、うん、布団かぶって、うん、ダウン着て寝てました。ダウン、はい。で、それでも顔は出てるじゃないですか。うん、だから朝起きるときは、この鼻の先端がね、うん、冷え切って、うん、あの、痛くなって起きるんですよ。ほや。だから目覚ましいらずというか、痛ってなって起きるんですよ。死体みたいな温度の冷たさで。はい、でそれ北海道に住んでるよりひどいじゃん。いや本当になんか登山家みたいな感じ。登山家みたいな毎日登山毎日登山、まあ、標高もねまだ普通の風呂は、風呂はだからね、そのプレハブが屋上にあって、うん、そのまあ一応寝泊まりしてたところからちょっとだけ離れたところに仮設の風呂があったんですよ、うん、同じ屋上、屋上です、うん、でもその脱衣所とかがないので、うん、その母親が、うん、あのお風呂入りに行くときに、うん、あのそのプレハブの方で、うん、寝泊まりしてる方で一、うん、回すっぱだかなって、うん、であの心臓止まらへんように心臓の辺ドッドッドンって叩いてから、うん、そのお風呂までタタタタタってこう裸で走っていくっていうで一回の周りのビルの人にその瞬間見られてなんか変なおばあが裸で走っていて通報されたことあるんですよしょうがねなんだろう、絵が想像できるね、見えるね、はい、面白い。ちょっと前鏡にそうそうそうって裸のおばさんそうですね、はい、裸足で今笑えるけどな。そうですね、笑えねえよな普通。そこに引っ越さないといけないから、ね、裸のおばさんが、はい、ちょっと内股でな前を押さえながらそう、ね、周りも見るのあるし床も寒いし寒いです、はい、外なんで風呂まで走ってつま先だろうね、はい、きっとつま先でちょっと夏は暑いし、そうですね、冬は冷、あ、もう帰って急ですね、みんながすごい勢いで巻き出した。もう次、喋りすぎました。ごめんなさい。じゃあアインシュタインから、はい、あのお知らせをお願いします。はい、僕たちあのこの文化放送さんで、はい、毎週日曜日の夕方4時16時から、はい、アインシュタイン山崎ひろのヒート&ハートという、番組をやらせていただいていますので、はい、ぜひ皆さんそちらもお聞きください。お願いします。はい、ありがとうございました。お時間来ちゃいました。本日のゲストはアインシュタインのお二人でした。ありがとうございました。続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は現在著書時代の抵抗者たちが川出書房新社から発売中、ジャーナリストの青木治さんです。こんにちは、はい、ようこそいらっしゃいませ。よろしくお願いします。今日は時代の抵抗者たちという本を交えながら、うん、こう世間のこともこれリンクしてるからね、そうですね、両方リンクしてるから両方お話を伺いたいと思いますけど、うん、時代の抵抗者たちっていうのはどんな本なんですか。スタジオジブリってあの、はい、宮崎駿さんとか、うんうん、もちろん有名なジブリの出版部、うん、あの出版部門が、うん、あのこうファンに向けて、うん、あの開放っていうか雑誌を出してるんですね、うんうん、その雑誌であの鈴木敏夫さんっていうあの、うん、ジブリのプロデューサーの鈴木さんと少し以前からちょっとお付き合いがあって、うんうん、対談連載をやらないかっていうことで、うん、もう5年くらいになるんですかね、うん、でずっと毎月対談連載をやっていて、うんうん、でまあ、こういう時期なのでそのうちのこう今回は9本ですけどね、うん、9人の方を選んで、うん、1冊にまとめたと、はい、こういう対談集ですね、はい、だから、うん、あのこの話冒頭に書いてあったけどこう、うん、鈴木さんがこうあの青木さんの発言なりいろんなの見て話しようかって呼ばれたみたいですね。そうそうそう、あのね、うん、僕だからある時呼ばれてちょっと話したいって言われて何かなと思って、うん、僕別に映画詳しくもないし、うん、それあれ室井さんも確か1回何回か出てたんですけど、うん、BS 朝日で、うん、あの今日本はってやった番組、うん、あったでしょ、うんうん、それがね結構尖った番組だったんですよ、はい、あの吉田照美さんが司会をされてて、うん、で僕がレギュラーコメンテーター で吉田さんも311以降もう原発とかね、うん、いろいろこう問題意識をすごい持ってらっしゃって、うん、かなり辛辣に物言ったし、うん、まあ僕はこの調子で物言うし、うん、かなり尖った番組で結局1年くらいで終わっちゃったんですけれど、う
その番組をその鈴木さんがどうもご覧になっててくださったみたいで、うん、でこの青木面白いじゃないかって言って読んで少し話して、うん、で鈴木さんってね今はジブリ の, そのプロデューサーとしてももちろん、うん、あの有名なんですけど、もともと徳間書店の雑誌の編集者なんですよ、うん、あの朝日芸能とか、うん、あでそこであそこであのアニメージとかアニメの本 の,、うん、あの編集を担当するようになって、あの宮崎さんとかといろいろ新しいジブリに行かれたんですけれど、もともと雑誌編集者だから、まあ、僕たちにしてみれば本当なんかこう編集者とライターっていう関係なんで、なんかまあこんなこと言うとねその先輩には失礼なんですけど意気投合して、でじゃあっていうことでとにかく青木さんが会いたい人、あるいは鈴木さんがこう登場させたい人なんかをいろいろ選んでっていうことでずっと対談連載を今もやってるんですけどね。ああそうですか、うん、この方には中西玲さん、前川紀平さん、中村文則さん、田中金さんっていうのこれ人志さん、ね、田中人志さんですね、人志さんとか平野啓一郎さんとか、うん、いろんな方がこう時代の抵抗者たちっていう枠の中で、まあ、読んでみると本当にいろんなところで、うん、なんかこう、まあ、読んでみればすごく当たり前のことをこう、うん、言っているとも受け取れるんだけども、まさにそうです。だから、うん、その大竹さんがそうおっしゃってくださると本当に嬉しいんですけれど、うん、僕がその選んだのはね、その中にはタイトルは時代の抵抗者たちって僕がつけたんですけれど、うんうんうん、そのもう根っからの抵抗者っていうかね、例えば噂の真相の岡留康則さんだったりとか、あと弁護士の安田義弘さんなんていうのはやっぱりこう体制だったりとか世の中の流れにこう抗うことを、まあ、ある種生き様にしてた人なんですけれど、実際はそうじゃない、例えばそこに登場する前川喜平さんもそうだし、それから田中仁さんというのはもともと外務省のこう審議官までやられた、まあ、で日朝首脳会談をその成功に導いた立役者ですよね、はい、あるいは平野啓一郎さんもそうだし中村文則さんもそうなんですけれど、うん、まあ、ある意味その日本の社会だったり政治だったり役所の中でメインストリームを歩くべき人で、別に抵抗者でも何でもない、うん、特に文則さんなんかはそうですよね、そう、まあ、売れっ子あの作家ですよ ね、 そうですね、東大随一の本当にその売れっ子の作家さんで、うん、50万部ぐらい売ってるしね、そうですそうです、うん、あの R 帝国とか、うん、教団 X とか、はい、僕も本当インスパイアされますけれど、うん、平野さんだってね芥川賞取られて本当こう分断の、まあ、こういう言い方が適切かどうかメインストリーム、うん、歩かれてる方ですし、うん、ところがそういう人たちが、まあ、大竹さんおっしゃってくださったように、うん、まあ、まあ、ごく当たり前っていうと、これもまた語弊があるんですけれど、うん、ごく真っ当なことをおっしゃってるのに、うん、なんだか知らないけど、今の時代でそういうことを言うのが、珍しいっていうかね、うんうん、その、なんか妙にこう、なんか抵抗者みたいな扱いされる、うんうん、時にはなんか反日だとか、売国だとかね、言われちゃうっていうあたりが、ちょっとおかしいな、逆に言えば、その、そういう人たちのこう、真っ当な意見をきちんと、こう届けたいなって思いがあって、うん、そのやったんですけれど、まあだから今の時代が彼らをしてなんか抵抗者にしてしまってるんじゃないか、うん、みたいな意味で時代の抵抗者たちっていうタイトルにちょっとしてみたんですけどね、うん、なんか例えばその国と違う意見言ったりとかすることが目立つことになっちゃってるでしょ、うんうん、それがちょっと問題だったりするのかなと。そう、まあ、かつ例えばね、うんうん、その前川喜平さんなんていうのは、まあ、今、うん、そのいろんなこう情報をその SNS なんかでも発信されてますけれど、うんうん、彼が言ったのは全くキーなことでも何でもなくて、うん、そのまあ、思い返してみればその加計学園問題をめぐって、うん、でそのこれは総理のご意向なんだというようなこう文書、うん、文部省内 の、 その文部科学省内の文書が出てきて、うん、であの時にその菅官房長官がそんなもの怪文書だと、うん、こんな文書はなんかこう信じられないんだみたいなことをおっしゃって、はい、で彼はそのいや本当に彼は知ってたと、うん、その彼はこれその文書見た瞬間に確かに文科省の文書だ、うん、でないもの あるものをないっていうのはおかしいじゃないって言って、うん、あ、そうでしたね、うん、まあ、彼はその実名でその記者会見までされて、まあ告発っていうよりも証言したわけですよね。でそれって別に考えてみれば当たり前のことで、だからごく官僚としてそのもちろん政治の意向を政策に落とし込んでいくのも官僚の役割なんだけれど、少なくても事実としてあるものをないとか怪文書だっていうのはおかしいじゃないかっていうのは、これは、まあ、ある意味ごく真っ当なことですよね、うん、だからそれがごく真っ当なことができない、逆に、うん、例えば、
森友学園問題で、うん、その総理がその、うん、こう妻や私が関与してるってことになったら、はい、その私は議員も首相も辞めますなんて言っちゃったわけでしょ、うん、でその結果としてこう財務省は慌てふためいて公文書まで改ざんしちゃってで自殺者まで出ちゃうわけじゃないですか、はい、本来の官僚だったらやっぱり、まあ、官僚じゃなくて人間としてだと思うんですけれど、うん、やっぱり総理ね、うん、いやそれはまずいですと、うん、あの事実としてこういうことがありましたって言ってこう還元するのが、まあ、本来の官僚のありようなわけじゃないですか、うん、それをだから総理がこう言ったからって言って文書まで改ざんしちゃって人まで殺しなくしなの亡くなっちゃうっていう方がおかしいんですよね、うん、だから、まあ、あの時の佐川さんっていうね国税庁長官まで引き上げられましたけれど、うん、あれだって適材適所って言ってたんですよ。なのに結局公文書改ざんしてたじゃないかと、うん、まあ、今回の黒川さんもそうですけれども、はい、だからそのまともな人が、うん、あるいはごく当たり前のことを言った人が外されて叩かれて、うん、こうなんていうのかなバッシング受けると、うん、で、うん、そのおかしなことにこうアディクトしていくあのそのアジャストしていくっていうかね、うん、みたいな人が取り立てられて、うん、その検事総長になろうとしたり国税庁長官になったりっていう方がおかしいんじゃないのと、うんいうことだと思うんですけどね。なんかこの国イコール安倍総理と思ってる人がすごく多いんじゃないのかなって私なんか思ってるけど、だからちょっとその政権こういうおかしいんじゃないかっていう当たり前のことを言うと反日とかそういうふうに言われたりするんじゃないかなって思うんだけど、うん、違うかな、うん、まあだからそのね、その民主主義社会におけるところの政治って一体、うん、あの政治のへのこう市民の参加って何かってことを考えれば、うん、こんなの僕が、ね、ここで言うまでもなく、例えばみんながおかしいって言ったから検察庁法の改正案も、うん、あれはもしかしたら文春の報道の方がその影響大きかったかもしれないけれども、でも検察庁法改正案も止まったし、うん、それから30万円が10万円になったのもそうだし、うんうん、から今回の、ね、今一番話題になっているそのいわゆる僕は税金ピンハネ推進協議会って呼んでるんだけど、うん、そのなんとかデザイン推進協議会の問題だって、うん、みんなメディアとか野党とかが、うん、これ大丈夫なんですか、おかしいですよね、うん、いいんですかっていうことを声を上げるから、うん、やっぱりこれいろんな問題点が明らかになってきて、うん、じゃあ検証しようじゃないかってことになるわけですよね、うん、だからつまり政治が A って言った時に、うん、いや A で大丈夫ですか、 B もありますよ、うん、C もありますよっていろんな声が出ることが、うん、こう世の中を良くしていったり透明性を高めていったり、だそれは主にはメディアだったり野党の仕事なんですけど、うん、でも一人一人がやっぱり声を上げる、今なんかね、うん、SNS もあるんだから、うん、どんどん声を上げることっていうことが社会や政治を良くしていくっていう意味で言うと、うん、当たり前ですけど投票することだけが政治参加じゃなくて、うん、デモをやったりとか、アメリカもそうですけどね、デモをやったりとか SNS でメッセージ発したりとか、うん、まあそういうのが本当必要なんです。それがないと、うん、逆に社会はどん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 息苦しくなっていっちゃいますよね。そうですね、うん、すごいそう思う。青木さんは元記者でもいらっしゃったと。今でも記者なんですよね。今でもすいません今でも記者それで、はい、社会部、はい、僕は社会部ですね、はいはい、でその頃は政治部の記者何やってんだあいつらというふうに思ってらっしゃったと言ったけども、うんうんうん、こうまあ社会部は社会部で、うん、検察に食い込まなくちゃいけないし、うん、政治部は政治部でその各、ね、大臣並びに官僚に食い込んでいかなくちゃいけないと、うん、まあ情報を得なくちゃいけないっていうのと、まあ、黒川さんの麻雀みたいなことにつながっていくんだけども、うん、こう、まあ、情報は欲しいけども、うん、近頃思うのはその欲しがるあまりっていうのかね、うん、なんかこう、そうだね、伝えることがこうちょっとなんか随分ずれてんじゃないかなって思ったりもするんですけど、うん、いかがですか。 あるところで僕ねそれ書いて、もしかしたら大竹さんお読みくださったかもしれないんですけれど、うんうん、僕は社会部記者になりたかったんですよ。でなぜ社会部記者になりたかったかっていうと、うん、その政治記者っていうのはね、政治部の記者とか経済部の記者っていうのは、うん、政治家だったりとか大企業の偉い人とくっついて、うん、なんかこうねどうせろくでもないことしかしてないだろうと、うん、でひょっとすれば政治部の記者なんて政治家になりたいんじゃないのというまあ偏見なんだけど、まともなちゃんとした政治部の記者もいるんですけれど、それに比べると社会部っていうのは、まあ、その一番市民に近くてね、うん、政治の不正だったりとか企業の不正だったりとかをこう暴くのが社会部の記者で、はい、でそういう仕事したいなっていうような思いで社会部の記者になったんですけど、うん、
まあ、今回黒川さんの問題で少しこう、うん、一部が露呈しちゃったんですけれど、うん、そのまあ何度か前に僕ここでお話しするって言ってその話まだしてないその記者クラブの話も含めて言うとね、うんうんうん、その例えば戦後そのメディアが、うん、特に社会部の記者が政治の問題点をいろいろ指摘したのってのはリクルート事件っていうのが有名でね、はいうんうん、リクルート事件っていうのは朝日新聞の、まあ、川崎支局とか社会部の記者たちが、うん、そのリクルート当時こう急成長していたリクルートが未公開株を政界や経済界にばらまいてたという事件の端緒を掘り起こしてスクープして、うんうん、で最終的に検察も動き出して、はいでまあ、幾人かのこう政治家の方とかが捜査の対象になったっていう、まあ、ある種こうあの僕らの社会部記者のね、はいはい、こうなんていうかな金字塔みたいなところがあった、うん、ところがリクルートにしてもそうだしロッキードもそうだし、うん、その後のゼネコン汚職とかいろんなの考えてみると、うん、社会部の記者はその独自に政治の不正をこう追及してたっていうよりも、うんある種なんか検察とこう二人三脚で、うん、あのなんていうのかなこう政治の腐敗を追及してた、まあ、もっと率直に言えば検察権力にぶら下がって、うん、そのこう追及していることが結果的になんかこう政治権力をそのチェックしているように見えてただけじゃないのかなと、うん、つまり政治部記者ってのが政治権力にぶら下がってこう情報を取ってるとすれば社会部の記者ってのは検察権力にぶら下がってこう仕事してただけじゃないのかな、うんうん、でだから今回黒川さんと麻雀をしてた記者ってのはね、はい、これまで の, その大手メディア新聞とかテレビの記者の枠組みでいうとあれは優秀なんですよ、うん、だってそうでしょだって検察ナンバー2 で,、うん、で政権が次の総長にしようとしている人間にあれだけ食い込むっていうのはそうです、ね、大したもんなわけですよ、うんで黒川さんとにあれだけ食い込んでおけば、うん、これから検察が何を捜査するか、うん、あるいは何を捜査しないか、うん、あるいは今やってる捜査の今後をいつでも聞けるわけですよ、うん、だけどそういう麻雀仲間ですもんね麻雀仲間だから、うんうん、で、うん、そういうその記者クラブなんかを、うん、に足場を置いて僕もそうだったので、うん、これはもうあの僕自身の反省でもあるんですけれど、うん、記者クラブに足場を置いて、うん、でその記者クラブの、うんこう担当している当局の中に食い込んで情報を取るっていうのは、うんまあ、今後とも多分一定程度は必要なんだけど、うん、そういうことばっかりしてると先ほど大竹さんがおっしゃったように、うん、その何のための取材ですかと、うん、一体誰のために取材して何を書いてるんですか、うん、だから今回だったら黒川さんがなぜその ここまで徴用されるのかとかね、うん、今黒川さん何考えてるのかとか、うん、あるいは黒川さんと政権の間で何があったかっていう、うんうん一番誰もが知りたいことを書かないで、うん、麻雀だけやってたりとかすれば、うん、なんだ単なるズブズブの癒着じゃんと思われちゃうわけでしょ別に食い込んでって情報をもらうっていう、うん、そういうふうなやり方はもう別に絶対悪いとは言えないのよ、うん、でも記者クラブの会見とかってさその政治家ので見てたりすると、うん、例えば、本当はもっと突っ込んで、うん、最初にある質問でもちょっとその言いよどんだりすることがあるわけだから、うん、そしたら一社のそこだけじゃ聞ききれなかったら、うん、もうみんなで突っ込んでって聞かなきゃいけないのに、うん、なんか私が、うん、自分で見てて見えてくるのって本当になんか自分が仲間外れにされないようにって、うん、例えばなんていうのかなその政府からなんていうか情報をもらったら、うん、自分ところの会社だけ、うん、その特ダネを落とさないようにとか、うん、仲間外れにされないようにっていうふうに見えちゃうから、うん、その立ち位置がなんか全然私たちにの味方じゃない感じがしちゃう、うん、そうなんだよだからね、うん、この間も江川翔子さんがまだ質問が終わってませんっておっしゃってたけど、うん、他の記者何やってんだと、うん、ねそこでもう一つ突っ込むのにどうしてこう見てても突っ込まなかったりするわけじゃん、うん、そこはね、うん、だからその一つはまあ単純に言えば能力不足っていうのもあるんだけど、うん、でもやっぱり構造上の問題があってね、うん、例えばその政治部の記者の中でも官房長官、うん、菅さん番担当の記者っていうのがいるわけですよ、うんはいはい、でこの菅さん担当の記者っていうのは何がメインの仕事かって言えば、うん、その菅さんのところには官房長官なのでものすごいいろんな情報が集まってくるわけですよ、うん、例えば多分その北朝鮮がミサイル撃つんじゃないか、うん、撃たないんじゃないかとか、うん、その他もういろんな情報が集まってきていて、うん何かあった時に菅さんに、まあ、電話するなり直接会ったりとかして、うん、その事実があるかないかとかってコンファームしたりとかね、うんうん、菅さんのところで情報を取るのが仕事なんですよ、うん、そうなってくると菅さんを会見で菅さんをバンバン追及して、うん、菅さんに嫌われたら困るってなっちゃうわけ例えば、
検察もそうなんですよ。社会部の記者の検察も、うん、その検察の不祥事とかね、検察の問題点バン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 書いて、検察上層部に嫌われちゃうと、検察担当記者としては、うん、メインの仕事は河合克行、その前法務大臣をいつ捜査するのかとか、うん、その逮捕許諾請求するのか、うん、在宅起訴なのか、逮捕なのか、国会が終わってからなのかってことを、うん、その取材するのが担当なわけですよ。だそれができなくなっちゃう、うん、だからやっぱりその記者クラブってものに 足を置いて、うん、その担当しているものに対して取材をするっていうのは、うん、やっぱりね、そういう構造上の問題はどうしても生みやすい。でもそれだったらはっきり言って政府の広報になっちゃうわけでしょ、うん、そうなっちゃう。だから前にさ、高市さんが電波止めるって発言した時あったじゃない、うん、あの時私思ったんだけど、どうしてそれってメディア業界っていうかメディア側はさ、絶対みんなで団結してだよ、うん、そんな野蛮なこと言うなって言うべきことだったけど、逆にみんなそうじゃなかったじゃん。自分とかは好かれよっていうふうにして名指しされた、うん、番組とか、うん、そういう人を叩くことに回ったじゃない。いや、だから分かるんだけど、うん、でさっきの話だけど、うん、それで追及できなくなってると、うん、ね、うん、でその関係があると、うん、で問題はそれでいいのかって話だよ、うん、今この時代にね、だからメディアの力がなんか弱くなってるんじゃないかとか、うん、メディアがちゃんと仕事してないんじゃないかって、メディアだって権力だからね、うん、ちゃんとしたやっぱりスタンスを持ってないといけないんじゃないかって言ってんのに、もう何かこう仲間外れにされるのが嫌だとか、そう、そこんとこどうなんだと。それと個人のいじめ、うん、私週刊誌って今週発売の読んでてびっくりしちゃったんだけど、うん、小泉今日子さんがちょっとその政治的発言したでしょ、うん、私彼女の発言その通りだと思って立派だなと思ったけど、うん、それを小泉今日子さんのことを今度は週刊誌が叩いたりするのよ、うんうんうん、私それがなんかお前ら叩く相手が間違ってんじゃないかなってすごく、まあ、室井さんが言ってるのも分かるし、だからその最初、うん、さっき室井さんが言ったその記者が団結しなくちゃいけないじゃないかというのはその通りなんだけど、それはまあなかなか難しいのは、例えば今そのね、メディアによってもね、新聞社の中でも政権をそれなりにきちんと批判しているところもあれば、ほぼ政権と一体化しているところもあって、なかなか一体化できないっていうメディア側のこれは問題点。僕なんかに言わせれば政権と一体化しているメディアなんてもうなくてもいいと思ってるんだけど、まあそれはともかくなかなか一体化できない。でも大竹さんがおっしゃったやっぱりね、その記者クラブに足場を置いて、そのそれぞれの担当している当局に食い込むことを是とするような、まあ、これ多分一定程度は必要なんだけど、うん、ただこれだけを是とするような取材体制だとどうにもならない。だからその証拠がその本当に僕は悔しいし尊敬するんだけど、うん、週刊文春がこれだけね、うん、そのもうだって日本のメディアって今はもう週刊文春を中心に動いてるじゃないですか、はい、だって今回の持続化給付金で中小企業庁の長官とね、その電通の元幹部がそのくっついたとか、はい、まあ、そもそも今回の河合夫妻の問題だって当社文春ですよ ね、うんうん、ですね。で文春って僕、まあ、仕事することもあるんで、編集部知ってるんですけど、うん、せいぜいね70人くらいなんですよ、うん、記者とそれから編集者とね、うん、70人ですよ、たった、うんうん、だって新聞社っていうのは1000人単位の記者がいるんですよ、うん、その日本中も含めて世界中も含めて、うん、この間あることがあって、うん、文春の本社を訪ねたお笑い芸人がいるんで、うん、そいつが言ってたけど、うん、みんな活気に満ち溢れてたって言ってたよ。そう、文春が。いや、だから、メディアってね、不思議なもので、うん、まあ、かつて噂の真相なんかも、ちょっと規模は小さいけど、同じようなところあるんだけど、そうですね。やっぱりね、読者とか情報を持ってる人たちっていうのが、うん、これだけ、ね、元気だと、うん、その情報がやっぱりそこに集まってくって面もあるんですよ。まあ、絶対そうだよ、うん。いっぱい読んでる人がいるって分かってたら、うんうんうん、何か告発したくてもそこを選ぶだろう。いや、だから、ね、新聞社だって、それと同じことだね。うん、そうそうそう。そういうふうに書けば、情報が集まるんだよ。だから例えばこの間の黒川さんのことだってね、麻雀やってたって、うん、そしたらさ、黒川さんがどう動くのか、うん、何をしたのか、うん、分かるんじゃないの。いや、分かる、書きゃいいじゃないかと。そうだ、分かるも何もだって、書かねえんだもんだって。分かるも何もだって、自分のところの記者がやってんだからすぐ分かるでしょ。分かるよね、うん、だからそれだったらさ、書けよと。そんなことただ今まで、ね、全部が全部その週刊誌的な手法、うん、まあ、文春のね、うん、その取材手法であったりとか、あるいは取材テーマだったりとかね、うん、例えばアンジャッシュの渡部さんのね、うん、不倫の問題っていうのを、うん、あれを新聞が書くべきかって言えばまた違うんだけど、うん、ただ、うん、
そのやっぱりこうこれだけ文春にやられ放題やられてるっていうことは、うん、やっぱり新聞テレビもそうだけど、うん、本当に真摯に受け止めて、うん、要するにだってあそこ文春なんかはもちろん記者クラブなんかどこにも入ってないし、うん、それから政権のね、うん、官房長官にまあもちろん個人的に食い込んでる記者はいるんだろうけど、うん、その別にそのそういう担当があるわけでもない、うん、かつ、うん、僕文春の記者とか編集者友達いっぱいいますけど、能力で言ったら別にその新聞記者がダメで、うん、文春の記者が異常に能力高いってことはないわけですよ、うんうんうん、つまりやっぱり記者としてのありようだったりとか取材のありようだったり、そのさっき言った構造の問題だったりとかっていうものをきちんとある程度取っ払った方がもういいんじゃないの、いるのにさ、うん、最近の新聞のそのいろいろ不祥事があっても書かれ方ってこうこうこういうことがありました、うん、こうですって、うんうん、あったことだから、そこから先なんで突っ込んでって、うん、本当はこうだったって、うん、本当は違ってたとかってそこまでやらないんだろうって思っちゃう、うん、そう記事の終わりがこうだったとか ね、なんとかと思われるとか言って、うん、記事が終わってんだよ、そっから先が知りたいのにさ、うん、まあ、それまたちょっと話が違ってきちゃってね、多分そのいわゆる新聞の、まあ、僕もかつてそうだったんだけど、新聞の客観報道っていうの、うん、例えばその自分がこう思ってんだったらこうだって書けば、うん、まあ、その取材して分かったファクトと、うん、それから自分の推測だったりとかこう思いだったりとかっていうのは分けなきゃいけないんだけど、うん、書けばいいんだけど、新聞は基本的にそれをしちゃいけないってことになってるわけですよ。そうすると例えば野党の反発は必死だって書いたりとかね、うん、本当は自分が反発してるのに野党のせいにしたりとかっていうのは、だから、まあ、あの記事のスタイルっていうのも少しこうもう少しね考えていってもいいのかなっていう。だけど記事のスタイル、しかもその客観性の客観のポ立ち位置がどこにあるかだよね、うん、だってそれがもうやっぱり大きな問題だよね。毎回それは出てくるさ、与党の政治家の人の言葉、うん、失望したとかってそういうので締めてったら、うんうん、騙されちゃうじゃんみんな現実とは違うものになっちゃうじゃん、うんうん、だからこれ、そのこれはどこ そのいわゆる従来メディア、おそらくこの文化放送もそうだと思うんだけど、うん、そのインターネットがこう登場してきてね、うん、でね、そのあるこの番組にも来たことあるんですかね、あの南明さんっていう新聞労連の委員長をやってる、うん、彼はもともと朝日の政治部の記者で非常に立派なんだけど、うん、彼が言っていて、彼はものすごい危機感を持ってるんだけど、うん、まあ、要するにネットの登場以来ね、新聞もテレビもラジオもそうなんだけれど、そのメディア内でのこう地位がね、どんどん落ちていくと、で経営的にも悪くなっていくと、でこれメディアの経営ってのはどんどん厳しくなっていくと、うんうん、っていう状況も一つあるし、だから南君っていうか南さんが言ってたのが、なるほどなと思ったんだけど、かつてメディアと政治家、例えばね、政治家との関係って、もちろん政治家は情報を持ってるから、その記者としては情報をもらう立場なんだけど、メディアもやっぱりそれなりのアドバンテージがあって、何かっていうと、要するになんだかんだ言っても政治家は、メディアを通じないと情報が発信できないと、うん、つまりそのいくらその新聞が嫌いでも、うん、例えば自民党にしてもその首相にしても、うん、メディアを通じていろいろ発信していかなければ、うん、市民国民に情報が伝わらなかったと、うん、ところが今はそんなことないでしょ、うん、政治家にしたって何にしたって、うん、SNS だろうがネットだろうが YouTube だろうが情報発信できるじゃないですか、うん、そうするとでもそのことに関しては発言しないっていう政治家もいるからね、まあまあいますよねそうだね、うん、ただ発言しろよと思うだけど、うん、メディアのこう地位がやっぱり相対的にいろんな意味で落ちてるわけですよ、うん、でしかも、うん、その従来型のね、これは繰り返しますけど、僕は そういうメディアで育ったので、うん、自己反省を込めてなんだけど、従来型の記者クラブに足場を置いてその追及すべきをしない、あるいはそのなんていうのかな、こう文春にやられっぱなしみたいな状況になっていくと、おそらく巻いて巻いてどんどん厳しくなっていっちゃうんだろうな、分かんないけど、あれもう終わりなの、全体的にね、うん、こういう状態が続いて、うん、長いものにこう巻かれていく感じ、うん、そういうことすると、うん、まあ、政治だけじゃなくても企業でも何でもそうだけど、うん、そういう体質が残っていくわけだよね、うん、新しくこう循環していかなくなっちゃうわけじゃん、うん、そうすると俺初めて見た大竹さんが呪いに止められるっていう。だって隣ですごい言ってつんつん。もう時間だ時間だって。うん、でもいいよもう、うん、改めて青木さんの著書時代の抵抗者たちは
時代の抵抗者たちっていいタイトルだね。カーデ処方審査から発売中。今日はこの本をリスナーの方5名にプレゼントします、うん、はい、ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号を書いてハガキでお寄せください。宛先は郵便番号 105-8000 に、うんうん、文化放送大竹まことゴールデンラジオ、うんうん、青木サトルさん、うん、わざと間違えてるだろう。お前青木おさむさんをプレゼント係までお願いします。はい、当選者は発表をもって、うん、発送をもって返させていただきます。はい、大竹メインディッシュ、うん、本日のゲストは青木おさむさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ただでは宣伝させてくれないね。